はい、ようこそ、はい、ゴッド小野の部屋へ。ゴッド小野様、今週も貴様ら先週に飽き足らず今週もこの部屋に来てしまったようだな。それほどまでに殺し合いたいのか。今週もとびきり上質なカモどもを用意しました。ほう、じゃあカモども自己紹介をしてもらおうか。カモども、おいおい、お前から行け。まず緑のやつ真ん中に来い。真ん中でだよ。こんにちは、やっちゃっていいんすか自己紹介。早くやれ。今日もショーのために死ぬ準備は OK です。ミンタスです。なんて今日もショーのために死ぬ準備は OK なやつを揃いましたんで、次お前だ。あなたのハートに千円野手、お料理大好きドックンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。野手っていくようだな。切り替えが声優さんみたいだな。すごいな、すごい、あ、素晴らしい。さあお前だ、次。おい、アマンガスクラッシャー周一です。よろしくお願いします。周一、うん、先週の最後の勝負すごく良かったな。はい、うん、ありがとう。今週も頼りにしている。そうだ、はい、お願いします。よし、よろしくな。よし、さあ次はこの紫色の物体。はいはい、前に出ろ。紫色の物体、シルジーです。よろしくお願いします。大丈夫か。あ、今日は風邪をひいている還暦のシルコじいさんだ。シルコじいさん、うん、体は大事にしなさい。頑張れよ、頑張れ、頑張れ、頑張ります。飴あげよう、飴、飴ほら食べなさい。おいちおいちおいち、飴、おいちおいち、飴食べなさい。めちゃめちゃ美味しいな、飴美味しいな。よし次だ、よし次だ。弟くん、弟、はいはいはい、箱太郎だぜ、よろしくなんだぜ。特徴的な語尾をしていますね。今日はそのキャラか、これは怪しいな。怪しくない、うん、よしよし、次はこの赤い男前。誰だお前は。あれ、マイク入ってないんじゃない。なんか喋れ。ゴッド小野の前だぞ。すいません、仕方していいと思っているのか貴様。ゴッド小野様の前でよくそんな態度が取れるな。お前の角をへし折ってやろうか。声が豪華すぎて耳聞こえなかった、すいません。両端の声が大きすぎて。カルテット君だな。今週もたくさん殺そうと思ってます、うん、カルテットです。よろしくお願いします。あ、いいぞいいぞ、よろしくよろしく。さあそれ最後、ジライちゃん。今日はアナちゃんを信じるジラ、よろしくジラ。かわいいなぁ、かわいい、いつもかわいいな、ジライちゃんはなぁ。ジライちゃんはピュア。あ、そしてですね、今回新入りをご用意しました。新入り、スペシャルゲストの後藤さんです。後藤さん、お久しぶりです皆さん。後藤ひろきと申します。すげえ、配信者仕込んでるぞ。配信者、配信者だもん。宇宙に、配信者、みんなで、みんなもでしょ。宇宙にいるんですか後藤さん。宇宙に来ました。花江さんと小野さんの靴を舐めに来ました。よろしくお願いします。やめてください、いい感じ、やめてください。後藤さんはね、声優さんでね、もともと僕が所属している事務所の先輩だったんだよ。そうでしたね。今はフリーで活躍しつつ、声優をやりつつストリーマーとして活動しているんだ。ありがとう。だからコロナ禍でトップオブトップってことだね。違うよ、トップオブトップはあなたたちだよ。いや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 、まあ、ゴッド小野は真のトップかもしれないですね。ですね、これはそうだ。俺がこっちに行くとみんなが見切れるからな。ついてから早速トップ。よし、早速始めよう。よし、いいの始めるぞ。もういいですか、はい、じゃあ今日は最初の、今日は僕は疑われないような行動に、いやー、もう顔がさ、もう慎むんで、もうだって泥棒みたいな、なんかね、泥棒じゃん。いや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 、確かに顔が、これは逆に怪しすぎるから信用して、はい、行きましょう、はい、落ちる前にゴー。よろしくお願いします。わあ、ミュートお願いします。ミュートします。はい。うわあ、めっちゃ緊張する。さあ、インポスターじゃなくてクルーだな。クルーか、トックンさんがいるね。トックンさんついていこうかな。
なんか今日みんなの頭あーが見えないんだよね。頭装備がなんだろう、バグってんのかな。早速メルトダウン。いやー揺すぶってくるねー。これいるね。ミントス地雷はいる。ミントス地雷ゴッドがいる。ゴッド、いやこれ4人しか来てないぞ。逆にもうすでにどっかで被害が出てるんじゃないのか。大丈夫か。おデラックスいる。デラックスにゴッド。あそうだ、俺キャラを忘れてたよ。すぐ忘れちゃう、おじいちゃんだからね。あっ、ショイチあれ、ショイチすいません、僕が発見しました、ショイチさんを。あら、誰が後藤が発見しました。中央のあれカフェテリアかな、多分。はいはいはい。で、ショイチさんが上半身食われておりました。中央のカフェテリア。カフェテリア。一番初めスタートするところですね、多分。ああ。なるほど。小一全然合わなかったな。確かに。多分ですけど、僕が見た感じだと、カルテットさんは違います。別の方向に行っていたんで。で逆の方向行った時に、翔一さんが死んでたから、ちょっとその他の人だと思います。ああなるほど。じゃあ俺は後藤さんを見ましたね、監視室の近くで。はいはいはい。別だったんで。後藤さんミンちゃんどこにいたの。俺監視室の近くです。でミントスさんとは僕一緒にいたんですよ、監視室のところでね。それは覚えてるんで。だから絶対多分今のところは違います。倒した人は全然わかんねえ。俺地雷ちゃんとシルコさんとトックンさんと俺一緒にいた、すれ違った。疑問系なんですか。いや違う。あ、目まぐるしくすれ違ってたから。ちょっと待って、もう疑うムーブ入るのやめてくんない？いやいや、歌って。嘘ついてないかなと思って。顔がさ、花ちゃん顔がさ、もうさ。結構怪しいよね。怪しいわ。確かに。私はインポスターじゃありません。でもそういう意味いくと、こういう意味いくとミントスさんもかなり怪しい顔してる。確かに怪しい。花江デラックスとミントスさん怪しい顔してる。俺でも地雷ちゃんはタスクやってんの見た。リアクター直しました。そうリアクターのところに地雷ちゃんと、ミントスさんとケンショウさんはいた。俺多分遅れてきたよね。遅れてきて、そっちは4人はいた。ずっと。だからちょっとまだ小一も出会ってないし、なんか固まってたから全然わかんないな。ケンショウさんしれっとやったんじゃないですか。やめろお前。疲れてるな。ケンショウさん白っぽいからな。ケンショウさん小一なんか恨みあるんですよね。いやいや小一に関してはすごく助けられたんだから。とりあえずスキップいきます。いやね、ちょっとわかんないですね、これ。保留だな。これはわかんない。はい。わかんない。はい、見とします。うん、この声で喋ってるとすごく声が全然通らないんだ。みんなに声が届かないから普通に喋るね。ちょっとね、呼吸も辛いからね。どうしようかな。電気が今ちょっとまずいとこにいるな。いや、わかんねえ。全然わかんないもん、正直。でも、なんかちょっと、花ちゃんが、発言が怪しいから、花ちゃんの、あれが一番怪しいなーって思って見てるけど、どうだろうな。民兵さんと、ケンショウさんと、地雷ちゃんと、そこの3人は、翔一さんをやった犯人ではないと思いたい。残りに必ず、うわ、夏木花江、
なつきやられた。え、とっくんさん死んでる。マジ？うわ、え、民兵さんも死んでる。はなちゃんだー。あ、やべ、俺、聞こえない、聞こえない。死にがちな人見つけたの僕なんですね。それわかんない。誰も今目の前に。これ僕、花江さんは片方絶対確定だと思ってるんですけど。え、なんで？花江さんが行った方向で死んでて、皆さんがその下にハッチがあるんですよ。うん。はいはいはい。で、入らなきゃ絶対僕が行ったタイミングですれ違ったんですよ。上に行くか、上から下に行くかで。なるほど。ハッチ？ハッチ？あ、なんかダクトみたいなやつあるじゃないですか。ベント。ダクト？あ、ベント、ベント。ベント。下に入って別の部屋にワープできるやつ。え、そんなの？マジか。ガーソロさん。最強のコンビ来たじゃん。なんか怪しいな。主役コンビ来た。いや、ほんとに。検証さんじゃない？ね、ちょ、おい。その二人しか僕そっち側ですれ違ってないんですよ。死んだ人以外は。あ、俺、カルテットさん。頑張れ、頑張れ。カルテッチ、頑張れ。いけ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 、攻めろ、攻めろ。すれ違ったら、いけ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 。見たのがその二人だけだったんで。え、っていうか、俺、誰ともすれ違ってないよ。僕すれ違いましたよ。超人気声優だから遠慮なく、いけ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 。いけいけ。その民兵さんが死んでたところへんで、攻めろ攻めろ攻めろ。右下の、なん、マップ、すみません、ちょっとマップの名前わかんないですけど、すれ違って。え、でもさ、それさ、いや、仮にそうだとしてもさ、他2人さらに死んでるじゃん。俺死んでる。そうなってくると、また別の場所にも死体があるっていうことだから、左上にね、とっくんさんの死体がある。今、俺も、多分同時に報告リポート。左にいた人もそしたら怪しいのではないの？俺右側、僕、もしも花江さん以外、後藤さんに僕、白出しされたんで、後藤さんついてたんですよ、最初。はい、あ、僕もね、そう。はいはい。で、途中ではぐれて、見えなくなっちゃったんで、死んでるところで、やばいよね。やり込んで花江さんだけがいて、そっから花江さんいきなり見失ったんで。怪しい。いや、いや、でも、花江君まさか。俺、花江君は会ってないんだよね、逆に。カルテットさんは会ってないんだけど、みんな。カルテットさんぐらいしか会ってないですよ。そう、カルテットさんにしか。後藤さん。後藤さん、なんとか先輩の威厳で。どっちかなんですけど、直前で見た人を見失ったのが花江さんだけど、いや、それはちょっとね、強引すぎると思う。ちゃんと、この情報がちょっとカルテットさんです。俺は賢秀さんだと思う。俺は賢秀さん。やめろ、お前は。ポスター同士でもね、なんかなすってくる。俺も入れる。ちょっと怪しい。あ、来た来た来た。よし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 。よしよし。よし。よし、ナイス。さあ、あと一人誰だ。アナちゃん、ダマ。よし。アナちゃん、ザマ。よしよし、あと一人、あと一人、あと一人だったらいけるんじゃないか。5人残ってて一人だから。オキシゲン、デプレテッド。あとは賢秀さんの動きを注目していきたい。ん？ん？まずいんじゃないかこれ。まずいぞ。あ、あれ？あれ？お？お？お？え？え？何これ？え？これ賢秀さん直さなかったら勝ちだよ。え？直しちゃった？賢秀さん。え？賢秀さん今直さなかったら。お？なんだ？なんか、あ、完全勝利で勝つってこと？もしかして、そういうこと？あの、ゴンが気絶した後のヒソカみたいな感じだ。完璧に勝つって。あった。お、あ、入り方知ってる！やばい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 。お！うまいことやってる。え、誰、賢秀さんにダクトの使い方教えた人。あ、さすがに、さすがに、あ、え、なんで、誰も気づかない。え、なんで、なんで、え、気づかない。あ、気づいた。気づかない。お、え、どういうこと。え、
誰もリポートしない。あ、なんで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 、え？なんで？え、何が起きてんのこれ？え、なんで誰も、え、何このか、え、何この状況？見えないのか？暗くて見えないのか？え、でも、そんなことないよね。あの、ビービー鳴ってた時もさ、なんで通報されないんだ、これ。あえて残してんのか。お？お？なんだ？あ、やべえ。そういえばタスクやってないな。タスクやった方がいいか、これ。終わりそうだね、もしかしたら。そう、離れるけどやっとこう。もしかしたらタスク勝利あるかもしれない。ちょっと、急いで終わらせよう。向こうめっちゃ気になるけどね。気になるけど、ちょっと、クルーの勝利のために、タスクやろう。アップロー。頼むよ。あ、ついに気づいた。あれ？え？二人行かれた？二人行かれてる。やばい、あと一人だ。ここで決着だ。やばい、これ。頑張れ、箱太郎。ちなみに見つけたの僕で、あの真ん中の。あそこ？そこね、カルテット3章、うん。そうですね。え、俺も今見つけた瞬間に多分箱太郎さんが、はい、報告したんだよね。なるほど。どうなるこれ。まさか。だってそな一え？え？アナちゃん早く。でもこの人数でまだあれってことは鬼は一人ですよ、ね。一人で。箱太郎さん思い出してください。いやでもこれ、ちなみに僕は、はい、あの電気はい9割つけました僕が。確かに。で、オキシゲンも半分は絶対買った方は1個やりました。なるほど、うん、先生の声聞こえるもんだって俺したい報告してちょっと聞こえるもん、うん、かなり白いねえ、そんなしてるの聞こえるってどっちを信じればいいんだ。あーなるほどね。やばい、やばい、これこれだったらしたい報告しないじゃないですか。2対1で2対1で拡大してくる。箱田さんが報告してるとめちゃくちゃ白い。やばい、だから俺らが見たらジュライちゃんじゃないですか。あーなるほど。小芝居ですか。やばい、小芝居入れてきてる。そういう小芝居ですか。いや俺はそのやばい、確かに連携プレイしてる。いや騙されないぞ。どっちだこれ、分かんないぞ。騙されないぞ。そう、確かに箱太郎さんだったら、はい、もう俺を殺したら終わりってことだ、ね、やばい、このままじゃ。いやもうどっちを殺しても終わりなんですけど。もうここで多分釣らないとやばいっす、うん、ここをスキップしちゃった。あーなんか、そっかそっかそっか、ここリモーネ先生のそのなんかモットーっぽい感じが。やばいやばい、先生じゃ、先生がやばい。もう先生がプロなんだけど、やってない。サポートの位置から、ここあの死んでしまった。やらしい。この黒くなってる人たちのために仇を取ろう、箱太郎さん。僕は賢秀さんに入れた。賢秀さんと先生に入れた。ジュライちゃんがあっさり裏切るのもなんか怖いんだけどね、賢秀さんを。なんかジュライちゃんは、ま、正直わかんないけど。すいません、箱太郎さんと一緒にいたからちょっと地雷ちゃんしかない。頑張れ箱太郎さんと。よし、よし、ありがとう箱太郎さん。よし、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 いいぞ。やるならこっちかなって。ナイス判断、ナイス。クソー、イエーイ、お疲れ様でした。ナイス箱太郎、やったんだぜ。やったんだぜ。なんで失敗くれなかったの。惜しかったな。あんなにさ、いや臭すぎ、小芝居が小芝居がうさんくさすぎるでしょ。いや別に、小芝居とかじゃなかったの。いやいや結構ね、普通に真面目に話してたんですけどね。いや今回でも神展開来ましたね、序盤から。だったね。ああ。
さすがにあの場面で花ちゃんはちょっとできなかったな。 俺結構暗躍してめっちゃ噛んでたんですよね、うんうん、あーなるほど。これ花江さんじゃなかったらどうしようってめっちゃ心臓煽ってたんだけど、ね、やあと違ったらどうしよう。あの最後ね、あの花ちゃんが惜しかったな、悔しい、うん、あの O2 やったじゃん妨害で、うん、あれじゃない方がよかったね。あー電気の方がね、あそこに死体あるから、あれ落ちたら発見されちゃうから、あれダメだ。そっかそっか、そうそう、だから別のとこにやってくれてたら、あと1秒耐えたら殺せたから勝った。なるほどね、うん、惜しかったのよ。まだまだ修行不足です。危なかった。いや、ない。でも、いやでも花ちゃんが、いやよかった、花ちゃんが弁当使ってガブガブ噛んでんの見た時はやべえと思った。すげえすげえ違う人みたいに成長してて。いや俺はもう学んだからね。俺もちなみに、ああもうダクトの通り方学んだから。う、最後で最後ね、あと一人、うん、あと一人で3キルだったんですよ、ね、惜しかったね。ちなみにカルテットさんが見つけたし、あカルテットさんが見つけた死体は俺がやったんですよ。そうそう、みんちゃん、みんちゃんのね死体ね。そうそうそう、だ俺めっちゃなんかいろんなとこに行ってたのよね。うん、たまたまそこですれ違っちゃったのよ。なるほどね。で、まあの後藤さんがね可愛かったのが。地図見るとこあるじゃないですか、あの真ん中の、うん、あそこにカルテトさんの死体が転がってるのに、ずっとそれをスルーしながらタスクやってるんですよ。違う違う、意外と気づいてなかった。あれどうだったんすか。いや、あのね、気づいてたんだけど、あれこの赤の人誰だろうって、そういう、そういう、誰かわかんねえやっつって近くに行くとなんか報告って出るんで、うん、あ、リポートそれを押すとなんか緊急会議みたいな。そうかそうか、それやればいいのね。いやー僕でも1回目の会議の時の、いや勝ちたかったー、花ちゃんがあと1ターン生き残ってくれてればな。え、でもさ、カルテットさんの死体さ、後藤さんだけじゃなくて結構みんな気づいてなかったよね。うん、みんななんかスルーしてた。なんだろう、あれカルテットさん嫌われてます。俺さ、そのちょっと嫌われてるかもしれない。その前にも何回か俺 O2 間違えてさ、妨害しちゃってさ、みんなゾロゾロ入ってきたんだけど、うん、誰も気づかないみたいな。あれも、そうそうそう、バグって見えてないのかなと思いながら、俺まだ生きてんのかと思ったもん。報告されないから、ね、よし、いいか、皆の者、みんな死体してないからか。次の殺し合いの現場へ行くぞ。準備は行きましょう。はい、それではお願いします。お願いします。5秒。よろしくお願いします。みんなぶち殺すぞ。よろしく。ゲットします。ゲットします。来る。来る。さあ、どうしよう。どうしようかな。え、2連続ゴッドってことはないでしょ。2連続はないでしょ。信用しよう。二連続はない。あ、で、今回、この、あ、やべ、電気消えた。今回ね、この左上のね、コモンタスクっていうものが、スワイプカード、アドミン室のスワイプカードなんだよね。これなんかね、あ、始まった。行くか。え、待った。もう正直見つけました。もう正直自分見つけました。どこ行ったの。いいですか、説明させていただいて。はいはいはい、一番最初の初期リスポーンのところで転がってました。で、俺、はいはいはい、直前まで、うん、上の落ち葉のタスクをやってたの。で、はい、俺タスクやってタスクゲージが溜まったのは見たんだけど、その周りに正一と、うん、シルコさんと、うん、そう俺いたいだ、うんうん、あと誰だ、地雷ちゃんか、いや、賢秀さんいた、賢秀さん、賢秀さんか、賢秀さんもいた、うん、が固まってたのよ、うん、で俺含めて4人で固まってて、うん、でなんか誰のタスクゲージも動いてなくて、うんうん、そこに張り付いてるはずなのに、うん、でそのまんまみんなで下に行ったら翔一が死んでたって。言っていい、あのね、翔一さんが確かにあそこでダウンロードかなんかのタスクやってて、で、うん、俺も今回はさすがに賢秀さん2連続ないだろうと思って、賢秀さん安全かなと思ってついてって、そしたらそこで3人ぐらい同じタスクやってたんだけど、うん、あそこのタスクって2つセットで、なんかアップロードとダウンロード両方やんないと完了になんないのね。だからまだタスクが進んでないっていう、そういうことか。俺ダウンロードしてる途中で、ブレイカーが落ちたから、そっちやりに行こうって言って焦ってたら、うん、翔一が。あ、でも俺花ちゃんじゃないんだったら俺賢秀さんかなって思えてきた。あ、なるほど。いやでもね、それ言うんだったら俺は、うん、あ、花ちゃんかなって思うよ。
なるほど。逆に俺一番最後に降りてったのに殺せないでしょ、うん、いやだってそのなんか、じゃあ、あの私後藤のは今回白ということでいいですか。なんで はい、なんか怪しくなってきた。どういう理論、それはどういう理論。後藤理論、僕が白っていう手で話すっていうことね。僕が白っていう手で話させていただくと、あのまああの第一発見でこうかましてくる花ちゃんが前回もいたなってちょっとあの頭によぎったって。なるほど、うん、もしかしたらじゃあ、うん、その花ちゃんが殺して報告、うん、自分で報告してる可能性があるみたいな。待って、うん、しるこさん翔一とさしばらく一緒にいました。いた下に行く途中も、あの電気が消えて俺が先に向かっちゃったから、うん、分かんなかったけど、うん、それまではね生きてたはず。タスクやってる時まで生きてたはず。 お二人は誰が怪しいいや俺は今の発言からすると完全にゴッド俺なんですよね。ゴッド怪しい。ちょっと完全にゴッド怪しいね。いやゴッド怪しくないよ。みんな俺は入れる。こっからの俺の行動見てて入れちゃう。今日は許さない。入れたやつ覚えたかんだ。今日はゴッドでも許さない。検証さキングがミュートします。はあ、入れちゃった。番組的に大丈夫かな。でも入れちゃった。今日は許さないっていう方向だからね。今日はいやでもどうしよう。これで花ちゃんがマジでうまいこと嘘って言ったらやばいな。でもこれでも行くんだったらもう俺花ちゃん信じないといけないからな。この路線で行くたらもう賢秀さんをやっちまってるからな。うん、花ちゃんを信じて、花ちゃんは白だと信じよう。いや怖え。でもどうしよう。なんかでもジライちゃんも一緒にいたっていうんだよ。ジライちゃんがいたの分かんなかったんだけど、ジライちゃんがいたんだったらジライちゃんの可能性も出てくるから怖いよね。行こう。みんなで行こう。マジで怖い。ちょっとはぐれないで行きたい。でも時間がない。先行くよ。ん？誰も来ない？誰か？危ねえ。え？来てないじゃん。アクタロだ。アクタロは違うか？なんでだよ！なんでなの？いつも。え、でもアクタロさすがに、え？やば。やっぱみんな気づいて。隣の部屋なのよ。私は。お、来た。ないでしょう。ないよ。はい。あれ？うわ。誰？しるこさん。しるこさんか。あの監視室で死んでました。あの。なるほどね。監視カメラ見るところか。え？ああ。ちょうどあの O2 でしたっけ、あのエマージェンシーのところ終わった後に。あのーはあうん、タスクやっててタスクやり終わったらみんな集まってましたよね。ジャクさんのところにね。そう。え、僕トックンさんと花江さんとずっと一緒なんですけど、同じタスクやってましたよね多分。あのさ、俺がさ落ち葉プシューってやったの見てくれた？うん。いや僕それは見てないんですけど、トックンさん見れない設定なのか。いや、あ見れないこれ。落ち葉見れない。これどうしよう。箱タレント誰な？うん、え？あれトックンさん、俺と花江さんがやり終わって動いた後にトックンさんがやってるの見てたけど、トックンさんの時は動いてなかったのね。ああなるほどね。だから俺トックンさんかなり黒いなって思ってるんだけど。嘘でしょ、なんで。あれ俺ずっと一緒に行動してて、うん、でダウンロードやったし、僕はもう黙々とタスクやってましたね。え、一緒にやったっていうのは、その花ちゃんとトッカさんと一緒に3人でやったよ。お父さんはね、あの、まあ、一週間と2人でいて、最後のその落ち葉外に出すところで花江さんと一緒になったんだけど、花江さんのは見てないんだけど、もし見えない設定だったらごめんだけど、トックンさんはそこでずっと止まったのに落ち葉が捨てられるモーション出なかったから、なるほどね。ただその後トックンさんと俺が2人で走ってたんだけど、2人っきりになってたんだけど、トックンさんは、まあ、一応噛んでは来なかった。僕も噛まれたらずっと結構長い間しみたすかクールタイムとかあるじゃないですか。あ、クールタイムか、うん、ちなみにで、あの、うん、25秒ですか、はい、どうリアクターやったのは誰ですか。あ、どうぞどうぞ。リアクターやったのはリアクターはね、はい、リアクター、はい、俺やってない、はい、行こうとしたけど、は
です。僕は上の方触ったけど、はい、多分民弁さんも行ったかな、多分。俺はやってったよ。え、ほぼ全員いましたよね。うん。で、ちょうどあの俺がなんかタスク終わった時に一応後藤さんと特訓さん横にいたんですよ。でいましたね。はい。そう。で俺もやったのに。俺やったのに。でもこれはシルコさんに恨みのある人物ってことで、地雷ちゃんかミントさんで決まりじゃない？いや、早い早い早い。恨みのある人物、うん、ゲーム外の要素持ってくるじゃない俺に恨みやってこのゲームで。いや全然わかんない。俺みんなとそのカルテさんとトックンさんとしかすれ違ってないかわかんないな。いや、うん、設定だって見えないんだったらここでも3人めっちゃ俺は白だと思ってるけど。いやー怖え。これこれちょっとわかんないよ。俺スキップします。スキップでいいと思う。これはさすがわかんない。スキップの仕方もわからない。あ、ミントさん。俺そういうこと？俺箱太郎に恨まれてる。そういうこと？もしや。え、もう一人誰なんだろう。え、賢秀さん会ってたのかな。賢秀さんと箱太郎？じゃない？じゃない？もしかして。わかんないな。でるん。あ、そうそうそう。このタスクのね、コモンタスクって、なんかみんな共通のタスクらしくて、で、コモンタスクが今1だから、このスワイプカードっていうのが、今回のコモンタスクらしいの。スワイプカードってここだから、これはみんなやるらしいんだけど、これと別の、なんか、なんていうのかな、スワイプ、ん？あ、コモンタスクで、なんか、ケーブルをつなぐやつとかあるんだけど、そのケーブルをつなぐやつってのは今回は選ばれてないコモンタスクだから、それをやってるふりしてる人は嘘ついてるっていうことらしいんだよね。それで見極めるっていう手も、あやられてる。まあでもケーブルのタスクってね、どこにあるかわかんないから、逆にケーブルのタスクがコモンタスクに選ばれた時に、このスワイプカードをやってるふりしてる人は嘘っていうのをね、覚えておくとかもしれません。はい。っていう後藤さんが、後藤さんが死んでました。うん、どこで？電気のところなのかな、合ってんのかな。うん。電気つけるときに行くところ？ああ、うん、ブレーカーのとこね。うんうん。どこ？ブレーカーのどこに死んでた？すごい手前、入って部屋入ってすぐのなんかあのサーバーみたいなのが横に並んでるところかな。僕ミントさんが下から来るの見ましたよ。俺も民弁さんしか失礼違ってない。そっからそっち方面から来たし、そっちに向かってったのは民弁さんしか見てないけど。いや、はい、俺だとリアクターのやつがやりてたから、ちょうど走っていって落とす。あなた嘘ついてるんじゃないの？そんなことないですよ。本当になってたから歩いていって、いやーっと一人やだろう。ただいまから金融庁検査を開始します。出た。何なんだぜ。出た。ハンダは。いや、ちょっと行ってみたかった。あの僕、地雷ちゃん信じてもらえたと思うんですけど、うんうん、あのくっそ長いタスクやってたよね。うん、ハナちゃんのこと見てたし、ハナちゃんは多分違うと思う。うん。ちょっとさっき一緒に見てた人を見てたけど、なんか多分これ見えないっぽいから、他の人がやってるの。うん、だから俺はトックンさんと花井さんは白だって思ってるから、トックンさんがもう入れてるんだけど、誰に入れてるの？誰に？私、地雷ちゃんさんちょっと怪しくて。あ、逆に言ってから入れてくださいよ。あれ、ミンデンさんやりに行ってたの、僕と地雷ちゃん。いや、俺は今のとこミンちゃんすごい怪しく見えるな。民弁さんは順番で俺は黒いから。民弁さん今潜んでるね。まあ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 。感じで目立ってない行動してる。民弁さんと特訓さんかなって思うけど。特訓さん違うと思うんだよな、俺は。地雷ちゃんが箱太郎。箱太郎誰も疑われてない。箱太郎誰からも疑われてない。民ちゃん箱ちゃんじゃないの？いや、じゃあそうなってくる。お、リアクターが大人っていう時にわざわざ電気室見に行ってる人っても怪しいですよ、これ逆言ったら。
ね。いやもうみんながみんな疑い合ってんのよそれは。だって箱箱みんな。ないですか音ビビビビだっていうところ以外に。でもこれあと20秒ね。上の方一人は知らないといけないんで。ちょっと俺はジェイソン。俺もジェイソン入れます。俺もジェイソンで。多分ですけど、普通にカルトさんが一番怪しいっていうのを。ジェイソンに。おめえはどっちにしろショーのために殺されるんだよ。そうだよ。俺はいつも死ぬ。ダメだよ。ショーのためなんだよ。どうなの？うん。いいのかこんなんで。いやでも一番怪しい。さらばだ。ちょっとグレーすぎて。今回はグレーすぎてミンベさん行かれたか。え、ミンベさんどうなの？インベさん、インポスター？え、違うの？これ前ケンショウさんどっちだったんだろう結局。あ、ダブルダブルってケンショウさんどっちなんだろう。分かってないんだよね。箱太郎しか俺分かんないんだよね。どっちなんだろう。あ、これやべえ。途中でキャンセルしちゃうのか、開くと。おお、おお。ケンショウさん無実だった。合ってたじゃん。ええー、ずっと覚えてた。マジ？大ちゃん。うわあ。あ、ジライちゃんか。あ、みちゃんごめん。すごいなこう。待ってください。ケンショウさんが。はい。まず一番に謝らなきゃ。はい。みんちゃんごめんの前に。うん、そうだよね。そうだよね。そうだよね。ケンちゃんごめんじゃないの？ケンショウさん、ケンショウさん、あれ？ケンショウ久しぶりです。ずっと副音声してたよ。ケンショウさん、あのね、どうせなら殺されたい。あの、ね、どうせならなんか追放されるんですよね。すいませんでした。すいませんでした。いやだってあまりにも近くにいたんだもん。そうなんだよね。で俺のことを疑いにかかってきたんだもん。いやでもさ、やっぱさ、あの一回やって思ったんだけど、あのやっぱね、喋らない人が怪しいよ。まあ、確かにね。喋って意見を交換し合ってる人たちって、不毛な争いしかしてないんです。不毛な争い。確かに。俺殺した。箱太郎さんほぼ喋ってないからね今回。本当だよね。俺殺された箱太郎さんに殺されたんですけど。そうですね。殺された後に。じゃあ。すげえ喋ってると思った。次はじゃあその喋ってない人にちょっとマイクを向けてこ。それはちょっとなるほど。頭に置いといた方がいいかも。ハラちゃんがさ、シルコさん恨みのある人間に殺されたって言った時さ、ジライちゃんとミンベさん疑ってたけど、俺噛んだの箱太郎だったからね。黙ってんだよあんた。相当に実底に噛まれたわ。そういうことね。身内狩りの箱太郎。こいつなら何してもいいべっつって。なおって現象じゃん。兄貴だしなっつって。あのビジュアルタスクオフなんですね。すいません。オフです。あ、なるほどね。これ、うん、これオフ。途中で気づいたんですけど、なんか最初それで言っちゃってすいません。これどう？いや別に。え、これがオンだとあの隕石のやつとかで、そうだよね。あ、白がバレちゃう。どっちがいいですか？これ別に俺がオフしたわけじゃなくて勝手になったんですけど。これオンに一回してみようよ。オフの方がオフの方が難しい。内容的には難しい。なるほど。じゃあオフのままでいっか。オッケー。あと誰が来てないんだ？あれ、いや、あ、いや、あ、決まったっす。あれまさか始まる前からもうインポスターですか？一生懸命やってるのにさ、インポスターこれ部屋変わるわけねえだろうがよ。ごめんなさい間違えました。好感度ですか？好感度、好感度もおかしいけど。好感度ですかってどういうこと？遅いと好感度上がんの？遅いな、さっさと上がるんだよな。好感度逆に下がってる。下がってる。目立ち下がりですか？目立ち下がりですか？違う違う、やめてやめて、もう初めて、もうお願いします。よし、次の試合だ。次の試合だ。みんなの行くぞ。よろしくな、みんな。お願いします。よろしく。死にたくない、死にたくない。先入観は捨てます。先入観は捨てる。死にたくない、やめろ。ブツさん毎回最初に死んでるもんな。うわ、またクルーだ。3連続か。でも翔一さんだけは最初に死んでほしいな。あの死にたくないっていう声を聞いて
インポスターの人が最初に庄司さんを噛んでほしい。まああれはあれはやっぱり噛んでくださいの合図だからね。あ、暗くなってる。いやー、怖い。怖い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 。なんでーなー。なんでなの。今日すぐ噛まれる。早い。どこね、誰、右上のタスクやってたんですよ、みんちゃん、僕が見つけたんですけど、右上のタスクやってて降りてっていう時に電気消えたから、近くにいたのが翔一さんとカルタさんとはすれ違ったんですけど、降りてっていう時にもう暗くなってて見えなかったんですけど、なぜかレポートだけ光ったんですよ。そう、で最初のエリアの右下で死んでましたか。まあ、なるほどね。ど真ん中ど真ん中じゃないと思う、多分。だって結構ど真ん中。僕なんか民弁さんと一緒に動いてて、なんか上の方にチラッと見えて、何と思って上行ったら、上の方、なんか真ん中の2つのテーブルの間じゃなかったかな。あ、そうそうそう。俺姿見えなかった。真ん中下って感じ。真ん中下。視界が悪いの今。俺姿は見えなかった。見に行こうと思ったら、でもなんか。でもね、レポートで呼ばれたから、ここノースアメリカサーバーだから。どっちが嘘をついているんですか。ノースアメリカサーバーだから、ちょっと位置ずれが起きるっていう。あ、なるほどね。だから、ミンさんは白だと思ってる。え、じゃあミンちゃんの周りにいた人はみんな白いってこと。いや、僕目線では、庄司さんは喋ってない人いるんじゃないですか。あと、トックンさんと箱太郎さん、喋ってない人いるんじゃないですか、いっぱい。ジライちゃん喋ってないね。ジライちゃんに尋問していくわよ。はい、いずれが起きてんだよね、多分。二人とも本当のこと言ってんだけど。あと1個でつけれるとこでした。あれ、それ怪しいじゃない。私も電気行こうとしました。行こうとして行こうとして地雷ちゃんが走ってるの見えたから、あ、任せたと思って別の方向で。じゃあ怪しくない。力強いけど。そうだね。あこ太郎さんととっくんさんは、うん、何をしてたのかな。右側のタスクをやってたら暗くなっちゃったんで、あ、任せたと思ってそのままやってました。タスク、なるほど。途中まで一緒にやってましたよね。いや、確かミントスさんとカルテツさんが近くにいたような気がしない。ちょういち早く変わってくれ。ちょっと覚えてない。ちょっと暗かったですね。とっくんたんは、私、アクトロさんと同じです。早く任せたって感じだ。もう、任せたスタイルでしたし。あー、任せたスタイル。どこ行ったんですか。え、ここ今回、私右のめっちゃ早く死ぬな。やってました。落ち葉、レバーで落とすやつ。うん。あー。2人とすれ違ってるんですよ。コンテナの。そうです、そうです。なるほど。いや、ちょっとまだわかんないね。これはまだわかんないね。民弁さんが疑った相手が、今のとこ、どにします。はなちゃんの名前出してないから、はなちゃん完全に隠れちゃったな、これで。暗闇はね、やっぱね、ちょっと難しいよね、情報がね。ああ、これでも、民弁さん生かされそうだな。ミスリードしたから、はなちゃんが、これはちょっと、みんちゃんちょっと間違ったこと言ってるから、残しとこう、つって。なんかそういう風になってそう。今頃、言ってそう。あ、でも、うわ、うわ、カルテットさんと、いや、これガブガブ行くやつだ。ガブガブコンビだ。これはまずいですよ。ガブガブ行きますよ、この二人。おっと、後藤さんが、後藤さん見つけた。頼む。二人死んでんの。二人か。僕が発見しました。多分、地雷ちゃんかな。はい。カフェテリアの下の廊下ですかね、うん、倒れてたのは。あんまりカードキーとかやるの近くで。アドミン室のとこってことですか。かな。ちょっとごめん、マップをまだ完璧に覚えてないんだけど。はいはいはい。あ、でもそこら辺ってことですよね。そう。あ、近く誰かいたな。ちょっとね、暗くて一瞬見えなかったんだよな。でも地雷ちゃんすれ違ったかな。おや、どうだろうな。見つけたこと以外、結構前なんだよな。正一は正一。
あのね、小一はね、直した。停電直して。そうそうそう、停電一緒に直した。で、その上のタスクやってた、停電の上の。うんうん、そこも一緒にいた。俺、地雷ちゃんと、俺はトックンさんを見て、さんと、トックンさんタスクやってた。あれでさ、4人でいたから、まあ、4人いたら安心だろうみたいな感じで、ように見え、通りすがったのをなぜタスクをやりながら、ね、そこまで確認できたんですかと来た、名探偵小野。これ、ケンシャさん、これ言われてほしいんですけど、シルコさん、はい、ミントスさん、はい、ジライちゃんじゃないですか、はい、これ、ビントロールが全部残ってる、本当だ、残ってるビントロールです、みカルテットそういうゲカルテット俺が1位になるんだよ、いや分かった、だからカルテット箱太郎か、そういうことだよ、怪しいな、やばい、次殺されるのめちゃくちゃな、めちゃくちゃな推理だけど、また兄さん殺したのか、めちゃくちゃな推理だけど当たってる、無実です、でもちょっと今回一人で行動しちゃってたんで誰とも信じてたのにないです、最後にちょっと後藤さんと一瞬すれ違ったと思いますけどね、あ、そうですね、すれ違って多分お互い何の干渉もしなかったが多分違うのかなと、僕ずっとあの時間のかかる試験管のなんかコーヒーですかねやってたんで、はいはいはい、なんか入れるやつですよね、そうそうです、それ以外の情報なんもないです、わかんねえ、やっぱ一瞬下向きさんに同じルートで追いかけられたから怖く思ったんだよね、これ一人釣らないとちょっと丸いですね、カルテットさん怖いな、小一カルテットさんを当たったんだよな、ミンベさん、いやいやいや結果的に当たった、小一は違うと思う、俺あーそうか、野生の勘が、じゃあ俺トックンさん見てないんだよな、俺トックンさんかな、トックンさんは確かあの嘘つき声優を芝居てくれ、トックンさんは頼みな、トックンさん俺見たよ、見た見た、下の方でタスクやってたよね、いやこれは1ラウンド目、いや俺ずっと、いやわかんねえ、マジわかんねえ、これやっぱね、トックンさんと翔一さんの、ミントさんどこでやられてたんだ、やばいぞ、あーこれ翔一さんが箱太郎疑ってる、翔一さん、ま、翔一さん多分全然見てないから、その先生のビントロールがやられてる理論で言ったのかもしれない。これタスク終わんないだろうな、多分この人数じゃ。を見てる。翔一さんが監視カメラ使ってる。でもね、もうやばいんだよな。もうやられてそう、誰か。二人残ってるからガブガブ行かれたら、今クールダウンかな、今多分クールダウンだけど、そろそろ上がるから危ないよ、検証さん危ないよ、危ない、ケンちゃーん、また、花ちゃんにやら、マジで、すげえ、今回、花ちゃんがインポスターの時も、クルーの時も、ケンショウさんをほふってる。あ、発見された。これはまずいですよ。あ、でもなんだ、やばいじゃん、カルテットなんで通報した、いやー、カルテットもう噛んだら終わったの、これは終わるね、あ、でも後藤さん噛んだのか、僕下の方で見つけたんですよ、右下の CD なのかところのなんか角で死んでるの見つけたんですけど、うん、最後すれ違ったのがトックンさんだったので、右側っていうか最後にすれ違ったのがリアクターじゃなくて、あの真ん中の T 字のとこ、カードキーとかのところの手前ですれ違ってたんですよ、はい、方角的にはそっちの方に向かってったのはトックンさんだし、そっちから帰ってきたのもトックンさんでした、僕が見たのは、僕今回も一人だったんで、いや、一人で、なんで毎回さ一人でいる、一人はね、もうつろ、俺は純粋な疑問なんですけど、やられるのを怒るんですよね、そう、僕前回一人だったから、誰か怪しいと思ったら誰かついてくるかなと思って、うんうん、結構ちょこちょこ移動しながら下行くよみたいな感じで下行ってたんですけど、怪しまれてないから誰も来ないのかな、翔一さんとロックンさんがね、と思ってましたけど、あんまり発言しないんだよね、なんでだろう、リアクターやりに行ってたら花江さんと翔一さんが後から来た、うん、行ったね、
それぐらいしかなかった。とっくんさんは？私はあのアドミンから出てあのメルトダウンのタスク、あの緊急タスクやってました。え、言いました？で、その途中で多分カルテさんとすれ違ってるんですよ、うん、そうですね。いや、よし、とっくんさん、え、いました？3ポイントよ。いや、そうだよな。そう、いや、そう、なんかその、ね、俺カルテッツさんがとっくんさんかなみたいな感じは、まあどっちかでしょうね。僕ずっと一人なんで。いや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 、あの一個いいですか。カルテッツさんが、あの人物を特定されて疑い始めた時って、だいたい花江さんをいな気がするんですよね。おー、マジ？え、だってその俺今の感じだと、でもカルテツさん一人で行動してたからっていうのと、リアクターに来てたのは箱太郎さんと小一だからっていうので、まあいなかったっていうのがちょっと怪しいなってなったのよね。だからタスクやってるとこは確かに見たけど、やってないっていうのもあるから。いや、その最初小一ちゃんと箱太郎迷ってるっぽいなおっしゃってたのに、なんかこのタイミングで黒の判定をおっしゃるのがちょっと引っかかるんですよね声が急にそんな急に変わるの怪しいかな。でもなんかそのやっぱ行動その見てないんだよね、それ以降。なるほどなるほど。なんか見てないんですよ。いや、俺はでもちょっと入れるわ。え、これ誰に入った？誰に入った？花江さん怖いんで。花江さん、マジか、終わった。僕しか見てないんですよ。すいません、入れます。完全に終わった。イージー。ケイム。にっは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 っってなったもん。全部殺してやったっ。だから明日とかビントロールチャンネルがもうカルテットチャンネルなってんすよ。名前変えてくるわ明日。なってんすよこれ。良くないんじゃないこのゲーム。いやいや、ちょっとでもね。いつなる獣が出てんすよね。あ、いや最後ちょっとトックンさんマジですごかったわ。すごかったですよ。鋭かった。鋭かったわ。白から黒に変わるのなんて滅多にないなと思って、で自分は白なわけじゃないですか。うん、なんでちょっと、うわ誰、うわこれ花江さんから怖えなって思って、とっくんさんだと思ってたんだよね。俺は俺はね、なんか身内切りに見えたわ。うん、あーなるほどね。なるほど、出た出た、確かに確かに確かに身内切り出たよって。じゃあこれとっくんさんもあ逆に身内切りだっつって、うんうん、あーなるほどね。あの鋭い発言が逆に怪しくなっちゃったんだ。そう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 、うん、悔しい、すごかったね。完全に乗せられたな。俺はね、あの最初に知らなかった絶対現実、これがちょっとまだクルーが勝ててないよ。確かに確かに10人いるのに、うん、でも最初一番最初勝った、一番最初負けてますから。あ、そっかそっか、あ、そっかそっか、あれあれあれ、いや、あれはあれはまず今のよし、次行くぞ。シルコ、次行くぞ。シルコさんすぐ死にすぎじゃない？なんかすぐ噛まれるんで今回誰か一緒に行こう。誰か一緒に行こう。誰が俺を助けてくれる？もうなんか一緒に行く人みんな噛みついてくるんだよね。どうしたらいい？どうしたらいい？誰が信用できるんだ？よし。今回は一緒に特訓した民兵さんを信じよう。民兵さんを信じよう。頼むぞ、民兵さん。違うと言ってくれ。民兵さん。もう見失ったけど。暗いんよ、マジで。暗いん。なんでよ！なんで、なんの、はい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 、見ました。出た誰後藤さんが殺して報告してました。ちょっと待って、違うよ、いや殺してないよ。
あ、ちょっと、ちょっと待って、ちょっと待って、殺してない、殺してない、後藤さん、ミントさんの死体見つけて報告してたよ、後藤さん、あ、これ花ちゃんやったな、待って、どこにいた、やってない、やってない、マジでこれは花ちゃんやったな、これすんごいゆっ、すんごいゆっくり殺してた、ゆっくり、これパワープレイか、ちょっと待って、花君、今どこにいる、僕ですか、右上の部屋です、あ、同じだな、俺も右上の部屋だ、ってことは花井くんだ、いや、ちん、いや、ちん、いや、しない、いや、これはね、後藤さんか、後藤さん、え、誰の死体ですか、これ、ミントさんの死体を見ま、見ました、シルコさんの死体は誰もわかんない、シルコさんの死体、いや、あ、シルコさんの死体はね、下にあった、はい、で、うんうん、報告しようとした瞬間に、うんうん、ミントさん、下の報告があった、はいはい、下っていうのは、あれですか、あのね、一番下、いや、一番下じゃないと思う、あのブレーカーを直しに行こうとした道の途中で見つけたんだよね、はいはいはい、でもそこの、そこで誰にもすれ違ってないの、これ、ちなみに電気直したのは地雷ちゃんです、で直して終わっても周りに誰もいませんでした、いや、あ、でも箱太郎さんが一緒にいたかもしんない、え、翔一さんがいましたよね、いたよ、ごめんなさい、ちょっと覚えてないです、え？ただ向かってます、僕も直し、後藤さんと花ちゃん両手でいいと思うんだよな、お互い対立してるってことは、それで確実に確かに釣れるんだら、どっちから行きますか、どっちから行きますか、いや、もう俺からでもいいよ別に、ただただその抜け抜けと白が生きてることに対する恐怖、皆さん、皆さんいいですか、これは花ちゃん、潔白の白ですよ、僕はキャラクターのカラーが、僕は殺してない、みんな騙されないで、俺が先週と同じ過ちを犯すわけないじゃん、こんなさ天道で思声を張って、うん、だからこそ怪しくないですか、声を荒げて反発したら視聴者にもみんなにも疑われるって分かってるけど抑えられないんだよ、この衝動が、殺しの衝動でしょ、頼み入れてくれ、殺しの衝動だ、頼むみんな、ね、花ちゃんを、ケンちゃん、なんでしょうじゃないから、知られない方が、これが結果だよ、出てやるぞ、これが結果だよ、メレバイバイ、一人で副音声でもしてろ、言っときます、よし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 、ようこそようこそ、帰りはなんとかへはわ、えっ、ザクドゥームゲーム、なんでなんでなんで、ケンシロウはな、トムンさんがずっと解除しないようにやっていたんだよ、やったー、他のみんなどうして、なんでなんで、ザコどもがトックンさんを信じすぎた結果がこれだ、これを追放したことによる優越感から来た慢心が生み出した敗北だよ、お前は負けてんだよ、お前は負けてんだよ、やらかせてんだよな、一人をトックンさんだけだよ、勝手だよ、いやマジうめえ、いやでも花江さんが目立ったからこそですよね、ね、いいこと言うね、ハコちゃん、いいこと言うね、ハコちゃん、いいこと言うね、いいこと言うね、インポスター、これがハコさん、いやマジでマジで俺、ちょっと説明させて、説明、服は見えない、だからそのショーの池にいると思ってバッて殺したら、後藤さんがトコトコ出てきて、で俺ダクトにすぐ入ろうと思ったんだけど、なんか入れなくてさ、マップ開いてたからわかんないけど、うんうん、そのショートカットで入れなくて、うん、やべ見つかったと思って、すいませんでした、すいませんでした、パッション、すいませんでした、あとはちゃんと持っていくんだよ、ちゃんと2人で許してあげるよ、2人でやるやつはもうちゃんとねやらないとダメだね、やってると思っても、いや、緊急ボタンで待ってた、確かに素晴らしい、今回すぐ死んじゃう、今回ね、民弁さんをね信じてね、ついていこうとしたらね、民弁さんも一緒に死んでた、ビントロール狩りが、やばいよ、なんかやばいよ
ぱりみんな一回頭をリセットして、はい、いや本当それも先週からのなんか積み重ねでもうどん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 悪い方向に進んでるんじゃなくてあいや今開幕すごい良かったんだけどな次じゃあちょっとさ、はい、キャラ設定でやろうよキャラ設定そのトックンさんだったらオロチマルでやるとかさいやそれだだトックンさんじゃなくてジルジルドレス確かにそれトックンさんじゃなくてみんなの個性的なキャラクター楽しみにしてますよしじゃあ個性的なキャラクターを5秒で考えろ開始よろしくお願いしますだぜよろしくお願いするジラセイジャースセイジャースセイジャースなんかよろしくお願いしますみたいに言うけどデンジャーシってえ、この間もこの間もこの声で喋ってた方がいいのかなどうなんだろうなでもこの声でずっと喋ってたら緊急会議の時には酸素が本当に酸素がなくなっちゃうよはいよ死んじゃうよインポスターに殺される前に死んじゃうよはっ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 酸素酸素くさあどうしようさあでもミメさんはあ誰だなんじゃあ正一さん怖いねいやだねこれもう死んでるんですけど一人みんな皆の者静まれ誰が見つけたんだ あ僕です僕と言ってもわからないだろう箱太郎です箱太郎はい値も見つけましたあたいって言ってもわかんねえだろう。カルテットです。カルテット。はい、一緒に動いてました。一緒に動いていて。自分は見つけてないです。自分って言ってもわかんねえだろう。すいません、ジラちゃんです。自己紹介じゃないこれただの。何なのこれ。俺っちも俺っちも見つけてないヌラ。こいつ釣ろうぜやめてやめてよ俺っち俺っち投票するなよおい俺っち俺っちどうした俺っちいいですかいいですかいいですかあのストレージ真ん中の下のところで見つけカルセットじゃないです箱太郎です箱太郎さんはい、真ん中の下のところで見つけたんですけど僕一旦ちょっと素通りしちゃってたんですよ、うん、あのマップ出しながら歩いてたら、うんうんうん、で、うん、目の前で扉が閉められててあれ通れないと思って、うん、で戻った時にいたんで報告したんです、うん、分かりやすい説明だね中川さんすごいなありがとうなんだ確かに今ので状況が全て分かった、はい、でそこに犯人はこの中に2人いる待って確かにこんなことが本当かよ天才だよこの中に2人いることは確定しているそんなあなたは誰なんですか私はよくぞ聞いてくれた私の名前はゴッドオノ大死んだ話が全然進まないねゴッドオノは何してたの私は妨害されていたジラちゃんと一緒に妨害されていたそうジラ農民二人いんだけど農民ブレブラとブラのやつの農民呼んでねえぞ農民混ざってんだよおい畑でも耕しとけ時間が時間なくなっちゃうやばい俺終わっこれちょっと誰だか分かんない僕たちに綺麗な靴をくださいスイッチなんだバラジでいいんですミュートします真っ赤な靴が欲しい話し合いが全然進まんなんだこれどうしたらいいんじゃわじは一人で行くのは心細い誰について行こうかのああ暗いお先が真っ暗じゃ
クラちゃん、なんか緑の怪しい人がおる。あいつも衝動で殺されてる人だ。この人についていこう。ああ、みんないる。うん、妨害さ、妨害さ。わじわわじわ、もうさっきからずっと死んでばかりで、もうこんなとこにいたくない。わじわ、もうずっとお布団にいない。したらいいんじゃ。ああ、また暗い。明かりが。はい、次は誰が？僕が死んでたら頭いいですね。僕怖いよ。わちより先に生きよって。毎回出てくるこの人。誰が死んでいたんだい？あの人が一番めちゃくちゃ似てる気がするな。毎回これで10秒ぐらいロス。時間を。誰が見つけたんですか？あのミントスが特区と熱海に行ってきました。熱海に。ちなみにその前はね、みんな割とみんな一緒に行動してたもんね。結構いたよね、うん、だって人数ね。花ちゃんと俺と、そうね、さんと、わしも多いだよ。これちらちゃんも、誰これ犯人ね。わしもいたよ。一人もうすでに。え、お、犯人絞れた。だからライト消えたじゃないですか。ライト消える前までは俺いたんですよ、うん、あそこカードキーやってたんで、うん、タスク、はい、やってたんですけど、うん、でカードキーが終わった後に戻っていったんですね、向こうの方に。もう一回誰か死んでないかなと思って、うん、その時見たのが視力さんと箱太郎さんがいたんですよ。だからどちらかであることは今のところほぼほぼ間違いないと思います。それ以外ちなみに箱太郎さんの方がカードキー最後までやってました。でもよく考えて、はい、今回ビントロール狩られてないのよ。本当だ。つまりどういうことじゃん。今回はもう後藤さんだわ。フレッシュした気持ちいってるんで。後藤さんだわ。これは。後藤さんだわ。後藤さんか。なぜですか。後藤さん。後藤さんなの。え、なんで後藤はピントロールに優しい。僕はね、僕は一番右下でね、操作していたよ。渋いかっこいいし。なんかカチャ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 やっとったよわしゃ。ええ。本物だ。なるほど、本物だ。何の？何の？その兄弟は何してたの？僕はカードキー終わった後はそのまま出て右の方のタスク、こうなんですか、宇宙船動かすやつですか、やってました。わしは暗くなったら急に心細くなって電気室の方にみんなと一緒についていったんじゃが、寂しいがそこにミントさんもいたはずなんじゃがの。まあ、俺だからそのあとに一人で殺して箱太郎さんとは一番怪しいっすよ。だから一番箱太郎さんか。終了しちゃうよ。いいのか。いやあ、これはまだ、いやこれわかんねえ。いいっすか。みんみんちゃんもわかんねえ。電気ついてますかね。あ、行った。あ、行ってる。あれ。わかんないわかんない。どう信じちゃった。わしミントスさんを信じちゃった。これでも間違ってたらえらいことだよ。民兵さんを信じて、民兵さんを信じたけど間違ってたらえらいことじゃ。わしは弟をこの手で殺めてしもうだ。すまんが箱太郎。ピッ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 。うん、箱太郎さんが
青太郎さんがインポスターだった可能性が高いのかもしれない。わし、あれあれあれ、はい、あ、地雷ちゃんだ。え、あ、地雷ちゃんか。おじゃさん、あー、僕、あれ庄司さんは、僕、あれ、あ、そうか、いいんか、箱太郎さん、そうか、僕が押したんですけど、はい、僕とシルコさんとミントさんは一緒にいますね、今。花井さんが今電気室の方からおるの。あ、忘れた、キャラクター。俺、シルコさんとカルツさんは結構10秒くらい前、なんかあの一番左の、ちっちゃ花井さんが黒や。え、なんで？リアクターでカルテットさんは一緒にいたの。なんで？え、ダクトに入ってるのを監視カメラで見ました。キングがあの仕切りをしなくなった。シーズマン、キング、おいおい、嘘つかれちゃ困るよ。これ、今これね、カルテットさんが緊急、俺らも緊急招集今押そうとしてたじゃないですか。押そうとしてた。カルテットさんが押してくれたから助かったけど、かなりじゃあカルテットさん白いですよね。うん、でね、花菜ちゃんがね、ダクトの上に立ってる瞬間だったんだよね、多分ね、きっと。そういうことじゃない。いや、今最後検証だったのは落ち葉の上です。落ち葉のあの排出マシンをやってました。なるほど。でカルテットさんは近いですよね。監視カメラで入ってるのを見たし。最後地雷ちゃんと花井さんがすれ違ってるのを見たし、もうダクトから出てきてるとこも見たんで。監視カメラなんで見るの？僕タスク全部終わった、タスク全部終わったからっす。ちなみにカルテットさんのこの、ちなみにさ、まあ花ちゃん黒としてね、もう一人、俺さ、後藤さん一切会わないんだけど。俺も確かに。何してんすか？あ、僕は今シルコさんとミントさんと一緒に電気直してました。確かに電気のとこにいるよ。後藤さんじゃないです。ありがとうございます。後藤さんじゃないです。タスクやってるの見ました僕。ってことは小野さん。え、俺、え、なんか怪しい時後ろで先生が喋るんだよな。出た出た出た、ゴトゴトって喋るんだよな。これね、後藤さんですわ。これ後藤さんですよ、皆さん、皆さん、これあの金、ほら、口がどもってるもの、言葉がどもってるもの、言葉がどもってるのはいつもじゃ。ちなみに俺さっきから先輩、先輩、豪快に切れ、豪快に切れ。ちょっとゾクッときました今。とりあえず花江さんを釣るんでいいかな。いや、それ釣りますよ。いや、俺は釣らない。とりあえず花江さんを釣るんでいいかな。いや、ここで釣らないっていう発言してるのやばい。発言はないわ、ありえないから。これ後藤さんと花ちゃん。僕じゃない。いや、これ花ちゃん最後、ああお、勝ちましたね。あれ、あれ勝ちました。待って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 、もう一人誰だった？え、もう一人誰だった？誰だったんだ？箱太郎くん、僕です。あ、ね、なるほど、ね、じゃあ合ってた。やっぱりそうですね。え、民名さん、じゃあ大手柄じゃん。すごいですね。いや、これが確定だった、本当に。ちなみに僕だけスキップしたからね、確かに。箱太郎さんってどのタイミングでいなかった？いや、あの、だいぶ、あの、やってから時間経ってたんですけどね。あれ、今で。あれ、じゃあ、何、時間経ってた？よくわかったなと思って。もしかして推理は外れたけど、直感で当たってたってやつ？そういうことね。いや、でも、立ってたの、あの、箱太郎さんだけでしたよ、あそこに立ってたのは。ね、俺が立ち終わった後に、ね、いや、あそこに兄さんもいました、ね、兄さんとコックさんがいた、ねね、あ、そうそう、見て見て見て、後藤さん、ね、でみんないなくなった後藤さん、ごめん、後藤さん、小野さん、いいんですよ、ね、先生もごめんなさい、もう俺らのこと疑ってましたけどね、確かにね。な、なに、花ちゃんどうしたの？僕が喋ってたらなんとかっつってね。なんかねー、花ちゃんどうしたの？なんか匂ったんすよねー。ほんとは困っとるんだよね、ほんとねえ、ほんとしたわけ。どうしたの？花ちゃん、花ちゃんどうしたの？内産に誘導されて、先生ごめんなさい、許してください。次行こっか。すいません、すいません。花ちゃん来てないよ、まだ花ちゃん来てないよ。もうやりたくないじゃないんだよ、花ちゃん。ねえ、どうしたの花ちゃん。もうやりたくないじゃないんだよ、花ちゃん。どうしたの？ランス変える？ランス変える？あのさ、あんなにやりたがってたじゃない。いや、大丈夫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 、いいいいのいいの、インポスター楽しいからいいんだけど。泣かない泣かない泣かないで。いいんだけど、なんでお前監視カメラ見てんだよ、おい。それはおい、許されねえぞそんなこと。変態変態、二度と見ない二度と見ない、変態、二度と見ないです、二度と見ない。ありがとう。今回一周目壊してもらいますな、監視カメラ。やばいよそれは。ゲーム違う、ゲーム違う、それは。はあ、よし、
よっしゃ、じゃあ次 YouTube 最終戦闘行こうじゃないか。あ、わかりました。 YouTube 最終戦闘行こうじゃないか。 OK、 よーし、じゃあ花々しく散ろうとするか。殺さないでちゃダメ。次は一緒、次は回ってきませんように。殺さないで、殺さないで、殺さないで、殺さないで。これね、殺されないはず。はなちゃんはマジで今回インポスターしか引いてないから、もうちょっと民兵さんにしよう。あ、でもどうだろう、ん、どうだろう、わかんないな。タスクやってる時さ、みんな待っててくれないのよね。終わったらさ、結構心細い状況になってるから、怖い怖い怖い。あ、賢秀さんに信じよう、賢秀さん。おっと ?05567。あ、もう誰もいないじゃん。ほら、ほら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 、こういうの、こういうの怖い。こういうの怖い。すぐね、もうなんか、タスクやってると一人ぼっちになって。大丈夫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 なの？もう誰も信じられない今日。でもミンメンさんは結構安心できるんだよな。ミンメンさんにはまだやられてないから。わあ、今日怖いなマジ。みんな弁当使ってくるからな。うわ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 、出して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 、なんで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 閉じ込められてんのこれ。あ？あ？どっち？右か。怖い、今日怖いよ。誰も信じられない。あ、なんか死んでる。え、どこ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 。はい、見つけました。あ、ナイスです。あのビントロールを狙う輩が一番右下でストレージの下で死んでました。今日も湧き出てきたか、ビントロール狩りが。よし、我々ビントロール狩り狩りと行こう。だこことがキングだ。校長先生。校長だ。校長だったんだ。誰ですか。最近ね、物騒な事件が起こっていますが。長い話だ。校長の長い話始まった。時間がちょっと時間がなくなっちゃうんで。時間がなくなっちゃうんで。校長ひるこさんが、カルテットさんを見つける悲しい事件が起こりました。しるこさん。朝の朝会。皆さんが静かになるまでに10秒かかりましたよ。あったなそれ。長いね、ちょっと早く喋って僕本当に。もういやちょっと待って、いや、あ、ちょ、俺いいですか。じゃあ、俺地雷ちゃんと翔一とずっとに一緒にいました。うん、はい、ずっと監視カメラ見せた。あらちゃんと翔一さんでは絶対ないと思うけど、うん、でも一人しか知ってないから、まあ完全にこの3人の、まあそうね、はわれてないけど、確かに。ただ俺から見たときに翔一はあそこのリアクターのところのタスクやってた感じがするね。やってたよね、うんうん、ゲージが動いてたから。ゲージ増えてたよね、うん、うん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 。地雷ちゃんなんか途中で諦めた感じがしてた。うん、という、いや、基本白だと見ていますよ、うん、でカルデットさんを最後に見た人はいないの？カルデットさんを最後に見た人。見てない見てない見てない。じゃあ今回も単独行動してたところを襲われた感じ。ビントロール狩りにやった。ビントロール狩りに親父狩り見て。なるほどね、誰も見てないのか。あれ、じゃあ合流したよね俺ね。バカにゃ、ハナちゃんと賢秀さんも途中から一緒にいたから。翔一と合流して、一緒に監視カメラのとこに突っ立ってた。監視カメラ見て、監視カメラ見てた感じだと、みんちゃんと箱太郎さんが一緒に行動してて、ハナちゃんが監視カメラ見てたね。じゃあ、いや、当たり前でしょ。あんなに切れてた。さっきあんだけやられたからね。ちょっと切れて、当たり前でしょ。ずーっと見てた。舐めるように見てた。ここがダクトかーって言いながら見てたもん。俺が今度やり返してるっていう切れ方っす。誰かダクト入んねえかなってずっと見てた。スキップします。パスいいですか。スキップします。黒っぽい人わかんないから、白っぽい人教えてほしい。誰か白っぽい人。誰誰白っぽい人。あれぶね。なんだあれ、なんか俺後藤さんに。花ちゃん白。花ちゃんが白。花ちゃん白っぽい。マジ今日一番怪しいけどな。花ちゃん信じていいのか。ずっと
連続インポスターの男だけど、いいのか？あ、ちょ。誰か見てて。見てて誰か。あ、しゅうちゃんじゃない。普段だ。あ、ケンショウさんか。ケンショウさんが見てくれてる。ケンショウさん。ケンショウさん。おお、みんないるじゃん。みんな部屋の入り口で、話しててくれたのね。あ、今回はね、このね、ほら、フィックス、ウィーリングってなってるんで。わあ、向こうか。多いな。うわ、これ、正一さんじゃねえだろうな。正一さんじゃねえだろうな。絶対に、やめろよ。やめろよ。やめてくれよ。頼むぞ。噛まないでくれよ。20231。これ、やばくない？反対側やばくない？大丈夫？ああ、セーフセーフ。信用しようと。なんか、正一さんじゃなさそう。正一さんじゃなさそう。これがね、今回の顧問タスクなんで、これを、あ、そうだ。これを、が顧問タスクってことは、アドミンの、え？これちょっと言おう、俺これ。言おう。今、言いますね、これで。お、ナイス。はい。あのですね、ちょっとね、怪しい人を見つけたんで報告したいです。どれどれ。お、あのね、ケンショウさんがちょっと怪しいんですけど、怪しい。はいはいはい。その理由として、今回、タスクがあるじゃないですか。で、コモンタスクが1種類だと思うんですけど、そのコモンタスクって何かっていうと、全員共通のタスクであって、で、今回はそれが、ワイヤーをつなぐやつ、色のワイヤーをつなぐやつになってるんですね。で、コモンタスクって何種類かあるんだけど、ここは、アドミンのカードを通すタスクもコモンタスクに含まれてて、今回、ワード、その、何でしたっけ、ワイヤーをつなぐのがコモンタスクに指定されてるから、カードを通すタスクは、絶対にコモンタスクにはないわけ。メタメタなメタだね。そのコモンタスクのカードの位置に、ケンショウさんが、いたと。ずっと立ってたんで、なるほど、やってるふりをしてるんじゃないかなっていう、メタメタのメタゲームシステム的なやつです。なかなかメタメタのメタだね。タスクやってる風だったってこと？そうですね。は、どちら？絶対にない場所のタスクをやってる風だった。なるほどね。なるほどなんだ。それはもう黒なんじゃないですか。黒じゃん。そうメタだもん、それは。ケンションさん、喋ってくださいよ。ケンションさん、どちら？待って。あのさ。みんな覚えといてほしいことがあって。なんすか。俺まだ2回目。あ、ケイトさん安心してください。うん、それ僕も知りませんでした。正直俺も初めて知った。え、あれさ、マップにさ表示されてるとこはコモンタスクなんだ。じゃあ、そのインポスター側でも。一種類だけあるってことですよ。全員共通。え、インポスター側はどうすればいいの？じゃあマップ見るとき。あ。インポスターにも見えるコモンタスクが何かは種類は。ああ、なるほどね。じゃあさじゃあ俺黒でいいよ。俺黒でいいから、うん、あと1回だけ生かしといてよ。いやそしたら白っていうの、白のムーブしてあげるから。白のムーブをするからさ。ごめん、ケンショウさん。ケンショウさん、ごめん。いやいや、ごめんとかじゃなくて、知らない人に。ひどいよね。でも俺はじゃあ見逃す方向でスキップします。じゃあ白さん入れよ。俺はでもかわいそうだなって思っちゃったから、やっぱり入れないでおこうかな。ミュートします。二人から恨み買ってる。ちなみに僕今日初めてですこれ。ごめん、ケンショウさん。ごめん、ケンショウさん。ケンショウさん、ごめん。今日この動画をね、撮ってる時もね、最初の方にこう、この話はしてたから、見つけたら一人は、それで、みんなのね、知識のためにも一人はと思ったんだけど、まさかそれが、ケンショウさんになってしまうとは思わなかった。ごめん、ケンショウさん。すまない。ごめんなさい。わあ。これはでも、ごめんね、ケンショウさん、本当に。
申し訳ねえ。経験のあれによる見つけ方をしてしまった。おっと早い。まあそうだよね、多分。はい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 。そうだよね。いやもうわかるわかるよ。ジライちゃんジライちゃんジライちゃん。え？マジで？ジライちゃんかもしれない。なぜです？なんでジラ？いや俺のことを二人になるように。すげえ追っかけてくんのよね。いや、それは最初からだった。待って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 。いやいやいや、で、俺タスク見てたのよ、ジライちゃんがやってるタスクも。動いてねえの。離れた時に。さっきみたいにその、ダウンロード見れなくなったじゃないですか。うんうん。え、そうなのかな？俺言っていい？うん。俺、さっきみたいなメタになっちゃって、本当に申し訳ないんだけど。うん。ダメだよ、そういうのは。おめえが一番やってんだよ。一回も妨害ないのよ。あ、確かに。停電もしてないし、なんもないの。もしかして。で、後藤さんが今日初めて。そう、今日初めてなんですよ。なるほどね。確かに。まあ、一回もね、妨害。それは置いといて、ちょっと僕も説明させてもらっていいですか。その、はなちゃんが。はいはいはい。ちょっと、花ちゃん、鬼がちょっと多すぎるんで、うん、今日最初に言った通り、うん、花ちゃんのことをどうしても信じたいなっていう気持ちが強くて、今。あ、わかります。だから、うん、でもずっと一緒にいて、100% 信じれる状態でやりたいなと思って、今ずっと行動します。うん、なるほどね。それは、本心かい？本心。本心じゃ。でもさ、花ちゃんは、地雷ちゃんを疑ってんだっけ？いや、なんかその最初翔一と一緒にタスクやってた時にジライちゃんいたから白かなと思ったんだけど、その時もタスク動いてなかったの。翔一は離れた瞬間にゲージ上がってて、でジライちゃんはその後もなんか結構時間いるタスクだったの。なんかあのブロックをどんどん押していくやつ。ああ、わかるわかる。左の方。そうそう、左の方のね。で結構みんな時間かけてそこで止まってたのね。なのにジライちゃんはそんな時間かけても諦めるんだって思ったのよ。その時ジライちゃんは何をやってたの？それをやってたはずなのにまた増えてなかったと、ゲージが。そう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 。ちなみに弁解させていただくと、その時にあの妨害タスクが一応鳴ってたのは分かったんですよ。あ、鳴ってたね。鳴ってましたね。あ、だからこれ急がないといけないなと思って、で最後の方でミスったんですよ。あ、投票だ。じゃあ俺もちょっとシステムメタを信じていこうかな、今回は。今回もそういう方向でいっちゃおうかな、システムメタで。一回スキップしとく。いや、俺、これ。え、俺弁解させてよ。ミスします。ミスします。危ね。あー、でも、どっちなんだろうな。翔一さんと花ちゃんお互いにこう白白っぽい感じで、あれだよね、そこは白白っぽいんだよね。でも意見が完全に二人で割れてるんだ。どうなんだろう。とりあえず後藤さんとジライちゃんのそばには近づかないようにしよう。あの二人は危ない危ないから。あれ、これは終わってない。あ、見ました。見ましたよ、これは。はい。はい。ジライちゃんです。はい、お、え、酸素やってました、ジライちゃん。酸素やって確定です。見ました。ちょうど外れるとこ見て、翔一さんも多分ギリギリ見えたんじゃない今。ジライちゃん噛むとこ。ジライちゃん今酸素やってる。翔一さんミートになってる。見ました、見ました、見たよね。だよね。見た。見た。ジライちゃんが酸素をやってる人噛んでたんで、じゃあ入れます、僕は。入れます。そうです。そうだって終わらなかったんで、そう、確かに本心って言ってたのにな。いや、信じてたのにな。一個だけいいですか。はい。ケンショウさんと一緒だから、めっちゃ頑張ろうと思って、
でもなんかあのメタで殺されて絶望しました。シルク。俺こっからごめんよ。ゲンジョさん。ゲンジョさんごめん。ごめんなさい。確かに。確かに。今日一人はメタでやろうと思ってたらゲンジョさんが。いいんです。ゲンジョさんが戦ってごめんなさい。ってことはメタをメタってたってこと？すごいね。メタをメタってメタっちゃったね。すいませんゲンジョさん。なんか前回も謝ってたね。また勝てませんでした。マジで。ビクトリー。ナイス。後藤さん疑ってる。ナイス。ナイス。俺を後藤さんと思ってた。そう。妨害ねえぞみたいな。後藤さんとやったさだと思いました。いやーなるほどね。ダメだよそういうので疑っちゃう。これさでも。はいそれさ、はい、やばいな。はい、みんな下行って。そうで、はい、なので、今回の今回の健二さんの詩で、はい、集合みんなに集合。はい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 。はい、シルコカモン。はい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 。おい、呼ばれてる呼ばれてる。はい、下行ってください。はい。なんだろうな。何が始まるんだろうな。はい、絶対ダメだよ。いや、怖い怖い怖い。今どんな気持ち？いや、もうしてやった顔して、してやった顔。あの、も申し訳なさでいっぱいです。申し訳なさ。あのね、僕はね、はい、非常に恥をかいた。ごめんなさい、ケイジョさん。ケイジョさん。今回の件でね、はい、あの僕はね、非常に心に傷を負いました。ケイジョさん、ごめんなさい。反省してんのかよ。でも聞いてください。僕健一郎さん好きです。いるか。はい戻っていいよ。はいシルコさん来たいね。健一郎さん。はいジライちゃんおいで。ジライちゃんおいで。なんだろう怖いな。本当ごめんね。本当にごめん。本当にごめんね。あれが怖い。次は勝ちます。次頑張ろうね次も。あれ。じゃあちょっと一旦ここで。ということで一旦ねここでね。YouTube の方。YouTube の方。終わりにしますか。はい。はい。じゃあ続きはミルダムでやりたいと思いますので。ミルダム。まあちょっとね。消化試合的な感じでやりますんで。一二戦かな。うん。はい、オッケー。概要欄にね URL 貼ってあるんでね、ぜひ見てください。はい、ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。お疲れでーす。YouTube でお疲れ様です。はい。お疲れ様です。なるほどね。シルコさんそもそもヘッドホンしてるから健翔さんの説教聞いてないんじゃないの？いやちゃんと聞いてました。これ心で聞いてました。心で音楽聞いてるでしょ。心でああすいません心で聞いてる。もうハウザーじゃないけどそれ。俺もわかんないからさ、そのなんかタスクがうんちゃらみたいなさ。そうだねそうだね。なのでさっきの健翔さんのもうね犠牲でみんなに覚えてほしいなっていう。あつまり覚えてほしい。つまりそのインポスター側も適当なタスクに貼り付くんじゃなくて、マップをちゃんと見てびっくりマークがあるとこに貼り付けばいいってことでしょ。びっくりマークないよね。ないない。ある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 。ある普通のマップ見ると、うん、びっくりマークついてる。あるある。あなるほどなるほど。そうだから、あれは存在してるってことですね。やってるふりするにもちゃんとタスクを確認しないと。確認してやった、やらないとってことか。クルーはそういうところ見るんだよっていう。マップには書いてあるんだ。マップにびっくりマーク書いてある。あ、じゃあちょっと健翔さんあれですね。マップをちゃんと開きながら移動するみたいな、そういう風にした方がいいかもしれないですね。モノ健翔はマップを開くを覚えたシルコさんによってありがとう。でもシルコを殺すことは変わらない。お前のことは一生恨む。ずっとだ。恨み半端な。やべえな。でも自分だけ知ってるってのはね、やっぱ良くないんでね。ちょっと共有したかったですね。確かにね。まあそれどうございます。共有してからやってほしかったですね。どんどんね。共有してから。他に何か知ってることあるか。ハケ。ハケ。他。言って。他はなんだろうな。特に思いつかないですね。まだ出た時にじゃあ。まあ嘘です。いきなりやってくるんですよ。あ、でもあのこのエマージェンシーのクールダウンとキルクールダウンをうまく利用して時間差作るっていうのはあるかも。あああるね。その会議が行われた後って絶対にキルクールダウンの今回だったら25秒が発生するんでね、その間は噛まれないんだけど、うん、でもあの、まあ、エマージェンシーをつないでいくことでそのキルクールダウンをまた25秒戻すっていう作戦もあるし、なるほど、その対策でインポスターは
酸素をタスク鳴らしたり電気を落としたりして噛みついてくるっていう、うん、そう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 、ね、できないからね、そうそうそう、なるほどね、そういう駆け引きがあるんで、それもちょっと覚えて使ってほしい。よし、じゃあやりましょう。はい、行きましょう。じゃあさっきの一戦のことは皆さんすべて水に流しましょう、はい、もちろん忘れましたもん。いや、今俺は切れてます。流してるくらい、ちょっと待って。俺は切れてますよ。シルコさんが一通り説明し終わってからさ、はい、みんながこうざわざわし始めてさ、ケンショウさんが初めて喋るまでに1分ぐらいあったよ。待って、ずっと切れてたってこと？いや、じゃあ俺さ、俺カバーしようかなと思ったんよね。でもさ、なんかここで俺カバーしたら怪しくなっちゃうから、俺疑いますよ。そう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 。いや、これはでも黒に黒っていうのもですかね。もうなんかね、あんなあそこまで言われちゃうともう無理だよね。でも、まあね、ちょっとね、申し訳ない。じゃあちょっとね、初心者に優しく心がけてね。お願いします。次からはね。お願いします。大丈夫ですよ。もうもう全て入ったんで、知ってる情報は。じゃあもう用事はない。もうこれがない。ない。はい。じゃあ白子さん出てってもらっていいですか、じゃあ。え、ひでえ。ひでえ。ひでえ。え、用事ないっすよね。あれ、あ、え、いや、いさせてください。お願いします。よし行こう。よし行こう。みんないいか、準備は。OK。はい。行くぞ。お願いします。お願いします。あ、ミートします、正常し。うん。どうしよう、どうしよう、もう無害の人になろう、無害の人。でも今日さ、今日ずっとさ、今日ずっとあれなのよ、ずっと死んでばかりだったからさ、やっぱちょっとね、インポスターも全然引けないし、クルーでもいいとこ全然なかったから、やっぱね、ちょっとクルーでのね、なんか活躍もね、ちょっとはね、もっと違う形で活躍したかったけど、もう今回は逆に、ケンショウさんについてって、ケンショウさんの白を絶対に証明するマンになる。俺がケンショウさんの白を完全に証明してみせる。任せてください、ケンショウさん。俺がケンショウさんの安全保障します。安全保障委員会、シルコ。あ、なんかジアちゃんもいる。ここすごい綺麗。水色、ピンク、黄色。紫は、なんでなの？ケンショウさん、ケンショウさん、ごめん。あ、白はね、お嬢できたけど、あれちょっと、あれ豪華しすぎるぞこれ。もしかしてこれ差し違えたんじゃない？何が？ああ、そういうこと？そういうこと？ガチの様子見にされてんのめっちゃ面白い。差し違えたか？さっきはよくもっつって。ありますよこれ。あるな、それ。どこで行ったんですか、シルコさんは？いや、監視カメラのところ。監視カメラ左か、はいはいはい、すぐ近くにいた、はい、で、はい、監視カメラ行く直前に私、うん、カルテットさんとあともう、はい、どなたかとすれ違ってるんですね。誰だ？でカルテット翔一さんかな、うん、とっくんさんとすれ違ったかな、あそこの T 字路で、十字路か、十字路で、十字路で翔一さんと、地雷地、地雷所、小地雷一つだけですか、見つけたの。いや、これあれだわ、配信の時の極画像を見た同時に来るかってことだ。なるほど、じゃあ近くにいるってことね。近くに2人同時にいたってことかな。僕と後藤さんはずっと右側でタスクやってます。うん、多分花井くんは白だと思う。あ、俺もですよ、花井くん。うん、みんちゃんもアドミンスで見て、で、みんちゃんは離れた瞬間にゲージが上がってるのを一応見た。ダブルキープ、まあ、たまたまだったかわかんないけど、そうね、うん、証明としては、ちょっと完璧にミントさん安全かっていうとちょっとわかんないかも。2人組で動いてるっていうことだから、俺はもうね、ほぼタスク終わってる。インポスターが1人の時と同じように反対側の人たちの白角が出るんだよね、このパターン。誰ってことは、やっぱその発見した場所から近い、うん、左の人、ちゃんと翔一さんととっくんさんはよかんないってことですよね。あと平井ちゃんはどうなった？
ジラちゃんどう？ジラちゃんどこ行った？ジラちゃんはリアクター直してメッドベイのタスクして、うん、ミントス、花江、後藤の3人は確実に白になってるから、うん、行こうと思ったら2人同時にやられてるってことは2人その場にいたわけだから、反対側の3人は絶対白なので、残りの5人から2人やられてるのやだな、洗っていく。僕はとっくんさん白だと思ってるんであれですけど、翔一さんはそこの十字路の真ん中でずっと止まってた。俺と花井組められるんじゃない？とかしか、うん、ここ組んでるし、ガーデットさんがとっくんさんと繋がってここでお互い証明できるんだから、もう残りは3人でも、うん、誰かいたはずなんですよ。監視室って確かダクト弁当 ありましたよね。そこ3人とりあえず行っちゃおう、1人。いやちょっと俺はまだわかんない、俺もちょっとわかんないわ。スキップします。ジョイさんもあれ無慈悲投票入った怖い。あれモルズイズでも当たってる。いいの？やろ。ピョン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 。今日ちょっと解説多めだね。うん。ピョン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 。もうでも2人犯人分かってるからな。やちゃんと。あっ！やった。あっ！やるぞこれ。あ？なんだ？え？ジラちゃん噛まなかったぞ。あれもうやられてんのか一人。どっかで。ジラちゃん一人噛んだな。あ？いや違う。はい。はい。はい。ミントシュ。ミントさん。はい。ミントさん。ミントさんか。ミントさん死んでる。さっき右側にいましたよね、でもね。どこで？ミンちゃんは、ミンちゃんは、翔一と一緒に行動してたのよ。でも俺あれだよ、O2 直してから O2 のタスクやって上行ったよ。ブレーカーの部屋で私見ました。ブレーカーの部屋、ああそうそう、ブレーカーの部屋で一緒にやってO2 でよく会うな今日はミンメさんと。でミンちゃんのさ、その心理からしたらさ、一緒に O2 行きたいはずじゃない？ん？そうそうですね。ブレーカーの部屋で一緒に、あ、まあ、電気の部屋で一緒にいて、そのまま O2 が発動されたら一緒に行くはずじゃん。でも翔一3人で行きましたよね。でもミントさん左側の O2 しに行ったじゃん、一緒に行動してたじゃん。多分そうじゃないですか。僕上の下の酸素を僕やったんですけど、その後上の酸素行ったんですよ僕。あ、これやばいなと思って、したらミントスさんもいましたね、5人ぐらいいて、だそこまでは生きてた。あ、生きてたのか。はい。そこまでは、そこから見てないですけど。翔一さんが酸素やってたの見ました、僕。で、その前に花江さんと通路でちょっとすれ違いました。なんであれ逆にオートやんなかったの？俺、翔一に殺されると思ってずっと逃げてた。なんでオート直さないの？違う、翔一がずっと追ってくんだもん。右側のO2やってあったじゃん。翔一が追ってくると思ってずっと逃げてた。スルーしてたからあれと思ったんです僕。話そう、あれと思った。いや、このまま O2 に俺入ったら死ぬと思って上に逃げたのよ。結果俺がO2直せるわけだからね、誰もいなかった。まあまあそこはね、インポスターも直せるんですよね、O2 は。
で後藤さんは僕は白だと思っていて、うん、で地雷ちゃんもタスクを直してでそのゲージが上がってるのは見たんですよ、うんうん、まあ偶然かわからないけどね、うん、その後ミントスさんともすれ違ってだから証拠隠滅しました。アナイさん俺確かに だってそもそもなんで緊急したの。ちょっと待って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 、いやお前に殺されると思ったからだよ。待って待って待って、ハナちゃんとハナちゃんと翔一、いや花井くんは多分白だと思うんだけどな。いや僕本当にそこ白だから思い出して待ってください。思い出して思い出して信じてください。僕ではありません。ハンターネットさん修理にしてたふりしてた気がするんだよな。あ誰に言ってるこれ。え怖い。見え思い出してちゃんと。モーニング気がつくと幽霊、今日は気がつくと幽霊。タスクやるか、なんかちょっと終わりそうだな。うん間に合うのかな。ベルン、でも2人生きてるからな。この地雷ちゃんと翔一さんっていうさ結構極悪なコンビが2人生きてるから、タスク勝ちはしにくいんじゃないかな。でも一応やる。幽霊がねやんないせいでタスク勝ちできないってなったらちょっと申し訳ないからね、呼ばないと。安全にできるやつが終わらせないってちょっと問題だからね。あいいね、みんな固まってるから今のうちにやっちゃおう。うわあ、暗闇か。暗闇の間にやられそう。待っててね、みんな。俺、タスクやってくるよ。みんな。あ。おい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 、大丈夫。おい、大胆すぎるだろ、それはさすがによ。誰だ、おい誰だ翔一だ、翔一。いや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 。翔一だ、いや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 。今、俺、左上でガソリン出てた。この場に二人いる、この場に二人いる。いやもう翔一と特訓さんで確定よ。マジ？特訓さんじゃない。特訓さんじゃない。私じゃない。いやとりあえずでも、うん、でもとりあえず翔一は確定。翔一さんは。いやいやおかしいでしょ。絶対そう入れてくれ。頼む。本当にそうだから。地雷ちゃん。翔一？頼む。翔一。翔一。今回は信じられてくれ。信じる。あいいぞ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 。あ翔一さん俺に入れたの？今日初めましてなのに？私じゃないから私じゃない。もう地雷ちゃんは。ジラちゃんはしっかり仲間切ったから隠れたかもね。隠れたかも。タスクやるぞ。タスク、タスク、あと一個、あと一個。うん、だから危ないぞ。あ、やばい、狙ってそう。うわうわ早っ、え、ジラちゃんが自分でリポートした。タスク終わった。ジラちゃん、ジラちゃん、決まったな。違うよ、ハナちゃん決まったな、これ、ジラちゃん。え、なんかちょっと待って、待ってください、バグってます、今。え、バグってる。特訓さんが、うん、特訓さんが、あの後藤さんやってたの見て通報したんですよ。うんうん、やってない。なんか僕なんかちょっとバグってて、うん、あの投票画面いけてないんですけど、すいません。何これ僕のせいで勝てないかもしんない、ごめんなさい。えなんかどっちなんだ。いやそのバグをバグを理由にはしないはずだ。俺はトックンさんに入れるぞ。入れてない、ちょっとクスだ。マジか、アナイさん、なんでだ。いやこれはじゃあもうジラちゃん入れなくてもいいから、うん、口頭で言ってくれ。トックンさん、よし、地雷ちゃん。いやこれはでもね、そうなのよ、やっぱ私じゃ、本当に私じゃない。いや絶対ハナちゃんじゃないから、これはもうハナちゃんはもう絶対信じてるから。ちょっと待って、本心。いやただ本心、ちょっとなんでこれバグってんのか、本当にここでなんでだ、ごめん、ハナちゃん。いやこれでさ、俺地雷ちゃんインポスターだったら俺もうこのゲームできないよ。
花井さんか、花井さんだこれ、絶対花井さん。俺このいや、いや、分かった分かった。とっくんさんが俺ってめちゃめちゃ言ってきてるってことはとっくんさんだわ。絶対花ちゃんじゃないわ。そうだわ。やばいよ二人とも。動いてくれこのゲーム。なんでだ。いやどっちなんだ。いや俺信じる。俺はジライちゃんがタスクをやってゲージが動いてたのを見た。思い出してジライちゃんにやられたこと、うん、ジライちゃんを信じることしか俺今の俺にはできない。花井さん、そう、自分に誠実に生きると決めたんだ。花井さん、つまりジライちゃんは白、ドックンさんは黒。ほら、何があっても花ちゃんを信じると決めた。一度目をつぶってくれジライちゃん。そして徐々に開けるんだ。開けた。ドックンさんが真っ黒だ。本当だ。これはもう決まりだな。俺で私じゃなかったらどうし、どうするっすかマジで。いや、インポスターほどそう言うんだ。いや俺は信じない。花ちゃんのはずがない。いや絶対に違う。そうだ、諦めろ。信じている。観念するんだな、オロチマリ。私じゃないって何と言うのは。ごめんなさい、投票できなくてごめんなさい。いいんだよ、いいんだよ、いいんだよ。盛り上がりすぎ。花ちゃん頼む。トックさんも、トックさんもっと頑張ってくれ。もっとなんかこう理論的に否定してくれ。ないのか、情報がないのかな。トックさんも決定的なこう証拠がなくて、自分の白も証明できない感じなのかな。あ、緊急タスクもアップ出ねえわ。あ、でも生きてたら出た気がするんだけどな。これどうやって決着つける気なんだろう、ジライちゃん。うん、え、エマージェンシーするんだ。噛むんじゃなくてエマージェンシーするんだ。まずバグ治りました。ナイス、決まったら勝てる、はい、勝てる。噛んで終わりなのに。噛んで終わりよ。おいどの口がそう言うんだい。ごめんトックンさん、今回は俺花ちゃん信じてるから。君の先鋭邪士の精度も落ちたようだな。そう、早く僕に投票するんだトックンさん。なんでお兄さんたちも怖いよ、この兄さんたちを。お尻を真っ二つにしてやろう。私のエイジャッシュが。ああ。よし、よし、勝った。ありがとう、花ちゃん。完全に手のひらで転がされてる。そして、ごめんなさい、花ちゃん。え？実は僕、インポスターなんだ。マジで？アナちゃん。ナイスだ。じゃあナイスだ。驚かれましたね。いや名作この回。名作だわ。アナちゃん完全に転がされてるよ。アナちゃん完全に転がされてるよ。アカデミー賞だわ。前回も騙されてましたね。最高。前回も騙されてるし、なんなら。みんな下行って、はい、みんな下行って。練習の時も騙されてる。はい、みんな下行って。はい、みんな下行って。はい、下行って。はい、はい、はい、ピンクの人、はい、来て。なんかさっきもありましたね。なんか見たな。俺らもなんかやったな。花ちゃん、ごめんなさい。おめえ本当に人間か？それはそう。それはそう。もっと考える力をつけるんだな。さっきインポスターがクルーを叱ってましたけど、今回クルーがインポスター叱ってました。人の血は流れてねえみてえだな。インポスターやっちゃうと楽しくなっちゃって。あなたとはもうこれから距離を置かせてもらいます。距離が空いた。別居一緒にもう遊んであげません。はい、みんな下行って。はい、下行って。はい、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 とっくんさんおいで。はい、なんで、なんでだろう。なんでだ。え、もっと意見言おう。ダメ出しだ。普通のダメ出しされてる。普通のダメ出し。もっと頑張ろう。普通のダメ出しされてる。花が2対1だもんね。なっちゃって。どうしたら花ちゃんをひっくり返すことができたんだろうね。とっくんさんはさ、緊急会議は開けなかったの？
いや開けなかったんですよ、そのオキシゲンのあの緊急タスクが入って、うん、あーなるほど ね, ね最後にな、地雷ちゃんに花ちゃん噛んでほしかったんだけどな。いやそうだよ、そうなんだ、それ花ちゃんにあえてつるっていうね、花ちゃん気づいてる、気づいてるそれあれ違う、地雷ちゃんは地雷ちゃん噛めたのに、噛めたのにあえて緊急会議で花ちゃんを騙して勝ちたかったのよ、はい、あーそういうこと、うん、そっちね、完全勝利したかったのよ。そんな変態じゃないですか。どんだ。おい、興奮してるぞ、それ。変態。この野郎。気持ちいい。やべえやつばっかだな。俺騙して気持ちよくなりやがって。一歩先気持ちいい。最後の最後まで勝利を確信していた花ちゃんの言葉はすごく滑稽だったよ。恥ずかしい。恥ずかしい。恥ずかしい。めっちゃ信用してたもんね、ほんまに。いや、翔一は当てたんだけどね。確かに。そうだね。結構後ろの方だったからね、もう。全然分かんなかったの、勝った。勝った後にも。いや、俺、今回ダブルキルだったもんな、開幕。いや、もう何が起こったか分かんなかったもん、最初にやられて。俺、最初さ、今回、なんか退場早くないっすか？いや、今回ね、なんか、何もうまくいかない。毎回。何もうまくいかない。いや、違うんだよ、頑張ってんだよ。そっか。みんながさ、なんか変に練習してくるからこういうことなんでしょう。僕は練習してません。あ、偉い偉い偉い。すみません。僕も初めてです。偉い。僕もしないです。すみません。僕は偉い偉い。はい、偉い人、偉い人いる。僕は、僕もしないです。偉い人二人いる。僕もしないです。僕も練習してません。はい、あなた嘘だね。あなた嘘だね。あなた嘘だね。やってたよね。言ってもやってたよね。ずっとやってたよね。いやでもしょうがない。しょうがない。一回やってやっぱり。よし、もう一回やろう、もう一回。次やったりラストにします？次ラストにしようかじゃあ。はい、OK です。いや、まあ結果次第でしょ、ラストかどうかは。なるほど。店長さんが満足するまで帰れねえかな。覚悟しろよこの野郎。現場あるある。やば。怖え。なんかドンカツ取れるまで。怖え。朝までかかるやつ。終わりですよね。はい、入場します。どうす。あーゲーム本当に楽しいなあ。やばい、クレイジーサイコパスだ味方に。どうしたらいいのこれ。でもジャイちゃん、ジャイちゃんこの場合俺どうなの、味方なの、ジャイちゃん、俺とジャイちゃんは味方なの。どうなんだろうね。見張っとこう。これでもさ、どうする？どうするこれ。うん。噛むか？なんか久しぶりにインポスターしてるせいで、もうおかしいわ、感覚が。うん。あら。どうしようかな。なんか、ぎこちないな。なんか久しぶりすぎて、ちょっとぎこちない。どうしよう。誰かやるべきかな。噛みつこねた。どうしよう。どうしよう。あ、ちょっとバレたかな今の。上から戻ってきたの誰だ。はい、見つけました。セキュリティルームすぐ出たところにありました。どこ、え、セキュリティっつった。セキュリティ、あ、そう、監視カメラ、防犯カメラ、あ、監視カメラ。直前にすれ違ったのがミントスさんです。
おお、はい、これ翔一さんとリアクタールームまでは一緒にいたかな、うん、うん、で停電して停電そうそう停電して電気向かって左下の何あれ あの合わせるやつなんとかエンジンうんに やった後に上行った時にミントスさんとすれ違って下にあったから、うんまあ、ミントスさんが怪しいかなって俺でも直前まであのその左下の箱太郎さんとか小野さんとかといましたよ割と近くにああ確かにでそっから上行った、うん、上行った行ったはずなのに上から来たっていう翔一さんが一番怪しくないですそのパターンの一番最後にすれ違ったけどね、うん、でもそれって俺が上に行こうとした時に翔一さんが降りていったからすれ違ったっていうか高くないですうんでもそのちなみに翔一さんはちなみに民弁さんを一緒に見てた人はいないの他に行動してた人あと2人いますよ小野さんとかも結構違ってこっちまでも最初の方だけだいたい箱太郎さんは割と同じルートをずっと一緒にいたかなって感じ、うんうん、いましたで途中まで一緒にいたけどそっからどっか行ったなっていうミントさん、うん、で左下のとこ行ってすぐカルテットさんの死体が廊下から見えるところにあったから見えないなんてことないと思うんだよね、うん、えでも俺は下から上ですからねいや上から下からどっか行ったんですか俺そのエンジンルーム下から上あでもねノースアメリカサーバーだから、うん、ちょっとねあのピングの高さのせいで位置ずれが起きやすくはあると思うおいまたメタか一応ねそこを頼りに意見言ってるからちょっとその可能性あるよっていうなんかハネちゃん静かだねいや今回は僕蚊帳の外っぽいんでちょっと成功させていただきましたやっぱあのへこんでるからとかじゃなくてまあそれはあるよねやっぱこのゲーム怖えな怖いなやっぱね怖えな怖がってるわ反対側に立ってる千年ポクル買いますか買いますか縄文人くんわかんないからスキップにするスキップにしますちょっと見送るかなまだはいちょっとスキップですね確かに買えば瀬戸がよかったちょっと俺ねとっくんさんとか怪しいかなって思われてるかなって思ったんだけどよしよし今回ラストっぽいからね頑張りたいよねどうしよう地雷ちゃんとうまく合わせたいんだけどなってかやべえなこれうんタスクがやべえなねんこれどうする地雷ちゃんどうしたらいいんだ。エマーチンシーを。どうしました？はい、いやそろそろタスクがいっぱいになってきたから、うん、一回止めとこうかなと思って。あ、なるほど確かに、うん。なるほどね、タスクに。はいはい、ん？タスク。うん、あ、タスクにタスクに。怪しいね、ちょっと今怪しい。なんで？完全復活？完全復活だ。さっきシルコさんも言ってたけど、緊急1回押せば25秒間噛めないから。ああ、そう。うん、出た。じゃあもうこれでタスクを稼いで、
そうそう、タスク勝ちしようっていうおしゃれなやり方ってこと？そうです、そのとおりです。いいじゃん。じゃあ緊急残ってる人はもう一人ずつポチって押していけばいいってこと？はい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 、おなるほど、なるほど、ね、はい、それさ、誰か招集ボタンを押し、一人で押そうとしてるやつ食われるんじゃないの？確かに、あそういうリードあってくれるから本当に。まあね、ここで作戦を言っちゃうとね、あるよね、それもね。あとさっき言った通り対策あるからね。これ俺ね、あと2個。俺もあと少しですね。俺はリード。ケンシャさんも1人ですよね。はい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 。これスキップでいい。俺もゼロです。うん、てか全然噛まれてないね。うん。確かに。平和だね。タスク勝ちいけそうだね。結構みんなちゃんとまとまってくる。インポスターさん、ビビってるですか？リードします。いやどうしよう、これジライちゃん今回噛まないっぽいな。潜伏してるっぽいな。なるほどなるほど。何なるほどなるほど。どうしたの？徳さん早い早い。徳さん、さんタスクできないよそれじゃあ。どういうこと？早すぎて。確かに。どういうことですかこれ？ですか。どうした？はい。どうした？後藤さんめちゃくちゃ殺意やる感じでお待ちされてたんですけど。あいやいや後藤さんあれね。いや後藤さんじゃないと思う俺は。僕ね、あのもうタスクがもう終わっちゃってて。あ、何にもできないっていう状況です。あ、申し訳ございませんね。後藤さん、後藤さん、さっき、はい、俺が、うん、俺実はそのキーボードの電池がなくなっちゃってちょうど、うん、で開始してからなんか30秒ぐらいね止まってたんだけど、後藤さんずっと俺のこと見てたのよ。見てた。でも、うん、噛んでこなかったから、まあ、噛めないっていうか、まあ人間だったか、それとも噛むボタンが分からなくて。花ちゃん30秒止まってたの。あ、止まってた。ジライちゃんも、あ、ジライちゃんも一緒にいたね。うん、あ、ちょっと、え、だから今回被害者が少ないっていう可能性ある？あーね、いや声優そんなさ、俺が仮にインポスターだったらそんなキーボードが止まったなんて言う？言わないと思う。言わないよね。まあ、確かに。シルコさん、おかしくない？君の言動すべてが矛盾しているよ。はい、君がインポスター。じゃあシルコさんかな、これは。すごい。素直にスキップしとく。その中で、ケンショウさんは白目。衝撃的っすよね。お、今回ね、俺も白目に見てる人ばっかなんだよね。うん、まあ、こんだけ噛まれてないから、ね、かもっともっとちょうだいよ、俺が白のさ、なんかシルコさんすぐにさ、今回白目の人多いよねとか言ってさ、なんかさ、そうやってすぐさ、うん、いや俺が白の話を、何も起きないんだもん、事件が、何も事件が起きないからさ。ケンショウさん、好きな色なんですか？青。あれあれ、ああちょっとじゃあ白くないな、うん。あれ？ああ、しおりさんか。びっくりした。ん？これどうする？どうする？これどう？ジャイちゃん噛む気なさそうだな、マジで。どうやってやる？どうやって仕掛ける？これ。使うか。うん。早いね。呼びすぎだって。直せない。くどいくどい。どうした、くどい？なんか何回すって言わなかったね。何これ。どうしたん、シルコ。どうしたの？緊急タスク。あ、じゃあごめんなさい。じゃあスキップで。あ、すいません。何怪しい。シルコさん何で？シルコさん怪しいな、これ。シルコさんめっちゃ怪しいよ、それ。マジで何それ。いや、翔一さんが翔一さんだっけ、なんかこれ回すって言わなかった緊急会議。確かに言ってた、下には。でもそんな早くなくていい。いや、でも25秒だっつってんの。25秒だっつってんの。何やってんの？怪しいな。それを教えてくれたのはシルコさんだよね。おい、助けてくれないために邪魔してんだろ、お前。っていうか、やっぱさ、開幕でさ、ドアバシャー閉められるじゃん。そう、やっ一生それやってくるつもりじゃない。やってるよね。やってるよね。でもまあまあまあいいんじゃない。いいんじゃない。全然間に合うし。まあ確かに。シルコさん。まあ余裕だからね。好きな色は何でしょうか。紫です。え？え？違った？
あ、どうしようこれ。うん、あのそろそろかなと思って押したんですけど、あーでもやられてる、うわ翔一やられてるやん、なんでよ、えどこで、うわやっぱ翔一さっきシルコさんに強く当たったからじゃない、当たったからだ、シルコさんやった、いや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 、無実無実です、無実ですよ本当に、本当に無実、何だったんですか本当に、なんかちょっとね、さすがに早すぎた、何だったんですか、うん、ちょっと2秒ぐらいしかっていうか、どこで死んでんの、この翔一のこの死はなんかちょっとあの衝動的な理性を、でもこれもうタスク終わるからさ、タスク終わるからさ、普通にみんなスキップしてさ、うん、やろうよ、確かに確かに、確かに、あ、すいません、タスクあったよ、シルコさんに言えちゃいました、なんでやめてよ。まあまあまあ、珍しく生きてるんだからやめてよ、確かに、本当に珍しい、頑張ろう、いやこれどうしよう、時間稼がないと、いやーやべえ、あれ賢秀さん、やべ、ちょっと待って、一緒に行動してたのシルコさんっすよね、箱太郎くんたちと、シルコさんじゃない、いや行動してましたよね、兄弟仲良く、いや全然うちの兄弟仲良くないんで急になんかたどたどしくなってんな、シルコさんあったって人は一緒には、一緒にはいないっすよ、一緒には否定が弱いな。本当だよ。弱いだ。俺じゃないよ。信じてよ。俺じゃないって。逆に後藤さんっていうあれもあるのか。あの一個だけ言っていいですか。まあ、僕は見ちゃったんですけど、うんうん、ライトのところから後藤さん逃げていく姿見たんですよ、ね。うん、ちょっと待ってよ、これシルコさん言っちゃってるよ、お願いだよ。あ、待ってこれシルコミントスじゃない？いや、あ、俺、あ、いや、羽根くん、その可能性ある。いやこれなんか、う、なんかちょっと待って、ちょっと待って、めちゃめちゃ怪しいけど、だってさっき言ったじゃないですか、花井くんがキーボード壊れた時、壊れたっていうか電池なくなった時、僕襲わなかったんですよ、なぜなら、うん、僕はインポスターじゃないから、いやでも俺民兵さんじゃないのは分かる、後藤さんがインポスターの可能性ありますかね、それ要するに、待てここに来て俺を疑うのか、花ちゃんは違います、いや花井くん違うと思うな、殺されなかったのは時代ちゃんが一緒にいたんで、あのどっちかがやられたら、どっちか、時代ちゃん待って、俺と関わらないで、もう俺とも関わらないで、やめて、俺のフォローもしないでくれ、君とは、君とは距離を置くと、さっきの戦いで、花ちゃんのこと信じてる、みんな多分やめろ、俺後藤さんだと思うんだけどな、いや、チルコさんだな、後藤さんどっから来ました、あの上に上がっていく前、ちょっと一旦後藤さんに俺のすれ違う前、多分シルコさんと箱太郎くんと、うん、あとも小野さんが多分一緒に行こうとしてて、僕もそっち行こうと思ったんですけど、はい、シルコさんが怖いんで上に逃げたんですよ、これやばいじゃん、二人残ってる、でそれで二人が死んじゃってたからシルコさんやんって、全然わかんねえ、これシルコさんに、これ待って、これタスクさ、タスク誰が、あ、どんぐらい残ってる、これ後藤さんに入れよう、終わってます、これ終わってます、後藤さんに入れちゃったけど、後藤さんに入れちゃったこれ、俺後藤さんだと思うんだよね、俺じゃないよ、うわこの二人の気がします、絶対俺じゃない、俺じゃないって、白子さんの二人きりでいればいいんじゃない、あなたたち、俺も行きたいよ、僕は生きる、厳しいよ、怖いよ、どうしたらいいな、これどうしたらいいよ、どこにいる？うん。
ナイス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 。あーしよ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 し。ナイスナイス。あと、あと、あと残ってるの誰？あとごめんなさい、僕がね、もう一個ありました。あ、もう一個ある。これはゼロ。それでいけると思う。シルコ様あんの？俺ゼロゼロ、タスクゼロ。あ、ゼロゼロね。うん。結構早く終わってる。後藤さん、ちなみにどこのあれなんですか？一番左の方、多分なんだっけ、あの、何、研究室じゃなくて、なんかあの、うん、とにかく一番左の部屋だと思う。なるほど。じゃあみんなで左についていけば終わりってことだよね。行こう行こう。じゃあスキップしよう、スキップ。オッケーオッケー。はい。でもこれ一人連れてんの？後藤さん殺せば終わるのじゃん。あ、それでも終わんの？そう、多分。あ、まあまあ、いやでもちょっとちゃんと勝ちたいよ。はい、後藤さんからみんなちゃん離れようね。はい、え、離れるの？行ってまいります。なんとか繋がってる。でもやばいのか、スコアっちゃうのか。そうだよね。後ろから殴られたんですけど。ちょっと、ちょっとやっぱこれ、やっぱシルコさん釣っとくべきだったでしょ、普通に。あの人数になった時点で野放しに釣らないってこと多すぎじゃない？確かにちょっと厳しいった。いや、すいません後藤さん、間違いでした。なんか今日いっぱい死んでたから許された気がする。やっぱ地雷ちゃんだったね。またトラウマを植え付けてきたじゃん。もう俺心がもう壊れそうで誰も。でも今回でも地雷ちゃんとの関係を切ったから僕は。確かに。匂ったんだよね。匂ったんだよね。学習してる。匂った？やっぱ。学習してる。臭かった。ちょっと匂った。あーちょっとね、もう私地雷ちゃんさん信じられない。うめえうめえな。さっきのやっぱね、1個前の感想がおかしくなったよね。さっきのがね、ちょっとね、ほんとごめんなさい。今回さ、地雷ちゃん全然噛まなかったの何だったの？いや、もうあの心が壊れそうで、さすがにもうなんかもうトックンさんとかも噛めるタイミングがあったんですけど、うん、もう本当に今日悪いことしかしてないんで、もう、もうできない、ボタン押せなくて、さすがに。さすがインポスター、嘘がうまいな。うまいな。人の心素敵じゃなくて、すごいな。悔しいぜ。すべて嘘に聞こえるもんな今日。お、後藤の？ルナのもの。お、はい、満足したんじゃない？これがラスト勝負だ。ファイナルラストだ。これ最後ファイナルラスト。ファイナルエクストエクストリームラストバトルだ。いいか。了解です。お願いします。よし行くぞ。はい、行きましょう。お願いします。綺麗な体で終わりたいな。見とします。あ。どうなるかなラスト。あ、クルーだ。いやー、最後じゃなくてよかったな。ちょっと怖いな。でも多分次めちゃくちゃ狙われそう。もう容赦なく殺されそう。今回は。怖い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 。暗いの怖いマジで。電気直し、さ、白っぽいな。白っぽく行こう。アナちゃん見られた。箱太郎、箱太郎、箱太郎、気づいて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 、箱太郎。いいよ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 、これは確実、これは確実。シルコさん、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 ビントロされた？ビントロされたか。一人しかね。早いな。ビントロデーだ。どなたが？はい、ハクトロが見つけました。
あの見たままを話します。はい、はい、僕がタスクやって横に、まあ、シルコ兄さんがいたんですけど、はい、気づいたらいなくなってて、うん、でそこに花江さんがスーッと上に来たんですね。花江さんが、うん、あの電気室のとこです。はい、花江さんがスッと来て下に降りてったら兄さんの死体がありました。その花江さんのムールはなんかベントに行こうとしてたのかなっていう感じの。花ちゃん、あ、これはとんだ嘘つきがいたもんだ。いやもういいんじゃない、早っ。もういいんじゃない、待って、でも俺もういいんじゃない、花ちゃんのことで信じてるから。花ちゃんもういいんじゃない、信じた方がいいよ。地雷ちゃん、俺は電気室になんていなかった。え、多分そうだ。誰か早っ、これどうすればいいの。多分スキップに入れよう。俺はスキップに入れてくれ。あ、とりあえずやっぱスキップっすよね。はい、え、そんだけね、いきなり信じるの。怪しいぞ、箱太郎さんが。箱太郎さん怪しいぞ、次釣った方がいいぞ。ウケる。あーちゃん、悪いことは、ね、そうなんだよな、あこたろ奥で静かにタスクやってたんだよな。あなちゃん、あのどんな気持ちで奥に行ってハコタロウとハコタロウを見つけた瞬間どんな気持ちだったんだろう。よしよし、殺した殺したっつって奥に行ったら、えっやべえみたいな、もうベントに入ろうとしてたもんな、ずーって。やばいね、でも1キル目で犯人バレたってやばいね。もう一人のインポスター誰か分かんないけど絶対きついと思うわ、この状況。うん、どうなるんだろう。今回はワイヤーなのでカードをやってるふりしてたら、あ、あ、お、やられたな。はい、よりよりハコ太郎さんが死んでる。いやー、それはまあでも白角だからね。もうね、ハコ太郎さん合わなかったよ。どこで死んでました。あれあったっけ。あのリアクターのメルトダウンのところです。うん、リアクターってどこだっけ。左か、左か、左、左、左、あれ、はい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 、え、あー、つらそう。ん、左、一番左です。あのロケットのエンジンがバーって出てる。はい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 、あの上下やんなきゃいけないですね。でも箱太郎さんがここで死体で発見されるってことは、花ちゃんは黒あで結構すごいすごいってこと。いや、そうですね。そうなんですかね。いや、そこちょっと分かんないじゃん。分かんない。どちらかが黒だったはずな、だから。うん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 。どっちしろ鬼は一人っていうことですね。多分そう。ダブルキルしてないから。残り一人。あ、そっかそっか。はいはい。まあ、出されなければで、それ。一番いい。あれ？でも、箱太郎さんは、リアクター一緒に直して、その時、ケンショウさんもいて、うんうん、で、ケンショウさんと一緒に俺したい。あ、そう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 。で、だから、うんうん、確かでもその時まだ誰かいたような。あ、上に僕がいて、下に降りてきました、はいはい、それで。で、左で見つけたってことですよね、リアクターでしょ。この時、あれ？そうです。出会ってないの？いや、ワンチャンあるな、これ。ちなみに、翔一さんってどちらにいらっしゃいました？監視カメラ見て、はい、で、トックンさんが監視カメラ見ているから、ずっとそのセキュリティルーム出た、ところの監視カメラでぼったちしてました。殺しないよっつって。え、なんかおかしくない？ちょっと応援したいな。俺後藤さんと後藤さんので、ちょあのちょうどしたいなった。インポスターの活躍を最終的に賢秀さんが見抜いてほしいな。綺麗に終わりたい、それで。誰？え、What？ え、じゃあと箱太郎さん、はいはい。僕ですのと民弁さんと。誰かあったね、わかるか、カスタトーンで合ってる。ゴッド小野さんはかなり白いから、でさっき花江さん通用する流れ、箱太郎さんが見たって言って、これでここで噛まれてるから、うん、あ、どうなる。さっき近くにいたやつなんじゃないかなって思うけど
全然ちょっと会話の内容覚えてない。さっき誰か。この時間を。正一さん、待って、正一さん、箱太郎さんが死んだところの出口にいたけど分かんないってこと？出口っていうか、一回スキップしよう。鳴らします。一回スキップとりあえず言いますか。間違って、正一さん、釣られろ。間違って正一さん、釣られろ。間違って釣られてしまえ。ビントロロのメンバーもみんな釣られて、みんな釣られてもろて、お互いにやり合って釣られてもろて。なんだ？なんだ？はい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 。はい。はいはい、はい。トックンさん、監視カメラで見てましたよね。はい、見てました。なんでさっき見てないって言ったんですか？え、何がですか？正一さんどこにいましたってトックンさん聞いてきませんでした？いや、聞きました。ああ、確認のためです。ああ、確認のためか。なるほど。喧嘩は良くないぞ。キングがいれば安心だ。本当だ。最初で、ジライちゃんとゴッド、あの同じタスクしてたよね。ジライちゃんもあの岩壊すやつやってたよね。はい。で、あの真っ暗になってもジライちゃん攻撃してこなかったんで、もう二人きりだったんだけど、しばらく。うんうんうん、だから、ジライちゃんはかなり白いと思うんだよね、ゴッドの視点は。うん。うんうん、そうなんですよ。で、割とね、ジライちゃんはずっと一緒にいるから、うん、まあ、ちょっと信じたくないけど、はい、今日の流れではちょっと今回はそんなに白いと思うんですよ。でもね、さすがにね、白いと思うんだよね。その2人のラインはじゃあ、うんうん、見ていいのか。で、まあもう俺はあの花ちゃん黒だと思って、うん、あの進めてるからあと1人だと思うんだよね。僕そこが白出てんなら、僕はミンベンさん、ゴッド、オノさん、ジライちゃんは白、僕目線になるんで。じゃあ、トックンさん…正一さんかトックンさんのどちらかだと思うんですよ。だってピンチやらないのか、すればいいじゃん、一回。まだ大丈夫っしょ、まだ大丈夫。まあ、そう。で、当たったら勝てるから。俺、とにかく正一さんついてるっすね、どちらかというと。やめてよ、今日言葉弱いから。やめてよ、違うんだよ。一番怪しいのとも正一さんか。入れますよ、じゃあ。入れます。じゃあ、その後に、その後にトックンさんをじゃあ。もちろん。はいはい。早い。怖っ。伝えることあるかな、ないか。うんうん、あと、いいよ、よし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 、いいぞ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 、あとビントロのメンバーが釣られればみんなで勝とう。そうですね、まあ、この流れだったらトックンさん、トックンさん、うん、なんですけどトックンさん出してるのに、一旦待ってください。はい、どうぞ。待ちます。いや、私正直正一さんが黒だと思ってたんですよ。で、はいはいはい、残りの鬼が一人だと思ってたんです。はい、うん、はい。なんですけどこれで勝たなかったんで、うん、まあこの中に一人以上はいるんですよ。で、私じゃないんです。ちょっと私、うん、でも正一じゃなかった可能性もありますよね。ですよね。それが怖いです。いや、今の流れだとちょっとミントスさんが黒なんじゃないかなっていう、この議論の誘導の仕方が。ああ、誘導ってことか。はい。票先ってことですね。でもね、このね言い方はね、トックンさんこれいい、おもろい。カルテットさんも、でも言っても俺ら分かんないですよね。いや、カルテットさんとミントスさんがあんまり一緒に行ってないから、あんまり分かんない。そうですね、1回しかすれ違ってないけど、ね、僕まだ、その4人、3人は分かってないし。え、後藤さんはどうですか？後藤さんどうですか？僕は今のところですけど、はい、さんミントスさんかトックンさんって話になった時に、トックンさんが、ま、カメラを見てたって言ってましたよね。はいはい。で、それに対して疑いをかけるようなこと言ってたのが、まあ正一さんとかだから。まあでもそっか、うん、その正一がなんかすげえ特訓とバチバチやってて、うん、で
違ったネギうまい、マジマジうまい。怪しまれるのは、誘導してるのはミントスさんだからミントスさんかなって今のところ思ってます。なるほど。だいたいミントスくんがここまで生き残ってるのが怪しいんじゃないの。なんでちょっとおかしくないちょっと待って久々だね、ショーで人死ぬ瞬間見るのね。放り出されるなんかワクワクするな。でもね、エマージェンシルーム行った時に実際のカルトさんと出会ってるから俺は、まあ、やれることはなかったですね。まずそもそもがミッドさんなんかドキドキしてきたな。ドキドキしてきた。俺多分特訓さんか後藤さんだって思ってますね。ま、見れるの俺は上から来てるから絶対クロス、この感じ。いや、特訓さんいいんですか本当に。俺で俺じゃないんだけどな。でもこの後いいの本当に。これ俺残った時はどうします。まだ続いた場合は、残ったまだ続いた場合は俺は特訓さんがカルテットさんだと思う。ああまあ、はい、でもなんか急にリモール先生が喋り始めたんだよな。頑張って立て立て立て。アミンベイさんつらいだか。これでこれをこの流れに持ってきた特訓さんを疑ってほしい。みんなこの流れに、さすがに今特訓さん、特訓さんの意見で2人やってるから、特訓さんやってほしい。そうだよね、カルテットさんだ。なんでなんだ。いや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 、次釣りたかったから。黒いじゃん特訓さん。私色は黒いけど本当に白だから。ドア閉まるとき毎回一人だけ止まってんだよな。ええ誰。ドアが閉まるときに毎回一人だけ止まってんだよな。今の一言でもカルテット、なんでそれ今更言ったの。俺聞こえなかったんだ今。こっちの電波悪すぎて特訓さんのセリフが何も聞こえなかったんですけど、なんておっしゃった。特訓さんいいぞ。その始まったときに止まってるとかおっしゃって、私探そうとしてるのはカルテットさんなので。うん、そうですね。いいぞこれ。いいぞ。二人だけなんで。いいぞ。うん。まあカルテットさんがその白っぽい人たちを明確にして、なんか、うん、そうそうです。そうどんどん、いや逆にそれがそれで殺していくっていうか話かもしれないですよね。まあまあ投票でそれもできますね。僕一人だった場合。ああなるほど。これね、とりあえず特訓さんとカルテットさんが、検証さんは信じたいです私。どうですか検証さん。ジライちゃんと検証さんは僕が一緒かな。わかんないけど、でもまあ俺はあの特訓さんか、後藤さんマジで、カルテットさんかなと思ってて、でもう俺はね、あの一人だと思うんですよ。だからまあもうどっちでもいいかなっていう。いやマジか。怖っ。いやマジ。この後続いたら、いやこの後続いたら、そうそうカルテット。あまあカルテットさんか。検証さん後藤さんではないですか。いや僕か後藤さんだと思いますよ。僕であるそのちなみに理由は。あ僕目線です。僕目線はこの小野さんとジライちゃんが白なんで、グレーが。あジライちゃんなんで今僕に仕向けたんですか。えだいや後藤さん。いやいや後藤さん喋ってないし、そもそも後藤さんあんまりっていうか。見てないよね。そう見てない。いや見てないっていうか、あの喋ってないんじゃなくて、あのなんかみんなと被っちゃあんま良くないのかなっていうのもあって。いやそれはさすがに、いや多分後藤さんアリバイ的に箱太郎さんやれるんですよ多分。やばい。いや僕あのなんじゃっけ、箱太郎さんがやられたところって何でしたっけ名前。リアクター。リアクターか。リアクターっていうところでやられたんですよね、はい、で僕あのその上のあの、はい、なんじゃっけにいて、下に降りてきた時に翔一さんが見つけたんでしたっけ。あそこって弁当つながってません。わかんないけど俺弁当詳しくないから。弁当っていうのがちょっとわかんない。あいや使ってないんだな。すいません、はい、ごめんなさい。あやばい腰が低いのが腰が低いくて。何いたの。ちょっとりあえずカルテットさんごめん。すごいすごい。最強の最強の低姿勢。すいません、すいませんでした。私が間違えてました。怖い。何？
それ、トックンさん、最後まで勝つまでそれやるんすか？え、最強の停止姿勢。勝つまでそれやるつもりっすか？間違ってましたっつって。いや、違います。もういいよ、いいよ。いいよ。もうさすがに、でも、トックン様怪しすぎるもん。釣っていただいて構わないですけど、最後、いや、釣っていただいててやばくないですか？だって、釣ったら負けなんですよ、もう、間違った人。いや。これ今このターンもう間違えれないですよね。もう間違えれないのに釣ってくださいってのおかしくないですか。うーんえこれなるほど、ね、大変だ。聞いてください。もうはいあえていろんな人を釣ってしまった罪悪感でもう私今パニックになって。いやこれジライちゃんどうだろう。どうですかジライちゃん。ジライちゃん俺の中ではやっぱもうジライちゃんが白っていうところだけが頼りなんですよ。いやもう本当に、うん、ケンジョーさんが白以外はもう分かなんで2人ともなんで入れちゃうの。なんで何してんの。いや怖い怖い怖い。何誰に入れたの。あんたら誰に入れたの。だからもうこの時点で1人しかいないんだよ絶対だよね、まあ、ってことだよね、はいはい、何これめちゃくちゃおもろい、ま、負けてんだ2人から。何これ二択だよ。だから後藤さんかとっくんさんでしょ。いやそうですそうです。ケンジョーさんそうです。そうなんだよね。そうです。はい。ケンジョーさんが怖い。後藤さんはあれも最後もダメかな。なんで後藤さんが喋らないのがちょっとすごいわからないんだよな。後藤さん？あ、後藤さんミュートになってる。後藤さん？後藤さんミュートになってる。ずっと喋ってたんですけど僕ミュートだったんですね。ミュートでした。あのごめんなさい。あの後藤さんは特訓さんが入れたんで、もう入れた方がいい流れなのかなと思って入れちゃったんですけど。いやべ、これはやばいやばいやばい。もうこれは本当にわかんないけど、これこれはスキップ入れます。そのこれスキップ入れるんだったらスキップ入れた後どうする。もう一回俺が招集する。いやでもそれ意味あります。タスクやります。いやいや怖いよ。タスクガチはもうない。じゃあもうかけます。2分の1信じてますよ。はい、2分1かけるか。フォーマンス男らしく2分の1。全く喋ってない後藤さんが。これはすごい。いや喋ってたんです。ミュートになってただけなんです。箱太郎さんを見つけたのはとっくんさんだけど、後藤さんもやれる可能性はありました。どっちにしますか。え、ジライちゃん、俺この2人僕上から来たんでやれないと思うんですけど。いやでも後藤さんから。箱太郎、あ、どっちどっち。後藤さん。後藤さんに入れた。え、なんだ。あ、分かった。もう一回じゃあ。もう一回。あれ、ちょっと待って、とっくんさん、小野さんに入れた。はあれちょっと待って。はい、わかんない。とっくんさんです。いや私じゃないんです。いやでも今ご覧ちゃんと2人で言ったけど食われなかったんだよね、うん、僕は違います。あでも25秒クールダウンが。そうか25秒。あでもそうか。いや本当にわかんない、ごめんなさい。あでもってことは後藤さんは俺を殺しに来てて時間がまだ経ってなかったのかな。それかでもとっくんさんさっきゴッドのに入れましたからね。いや僕いやそうなんで入れたの俺。あれは何ですか。そうそれが知りたい。シンプルに怖すぎてその先生の場が。あ先生がいや先生ほんと怖いっす、まあ、確かに先生怖い。いや俺はここで負けたくないっすよ。ケンジョーさん勝たせて終わりたいっすよね。どうしてもいやもう先生だから俺が俺もマジで喋ってます今先生。じゃあとっくんさん今これ炭になってるけど誰に入れてるんですか。俺じゃないですか。俺らさん入れました。え誰に。小野さんに入れました。なんでよなんでよ。おかしいだろ。だってもう怖いんだもん。なんかそうだよな。確かに。いいぞいいぞいいぞ。なんでこんなやつあるんだろうと思う俺も。どうなんすか。待って後藤さん誰に入れたの。聞いてお願いだから。いや後藤さんは誰に入れたの。とっくんさんの話聞いてから言います。はい、はい、え今入れてる。えはい聞きます。とっくんさんの話聞きます。どうぞどうぞ。先生と小野さん終盤力でゴリ押すっていうのを前回学んだんです。違う。あーやばい。そういう感じ。あやばいよ。いやでもジライちゃんはマジでめちゃくちゃ俺らはかなり素人だと思ってるから多分互いに、う
はい、あの賢章さんは、うん、あの箱太郎さん殺せないです、うん、何回も殺す本当にチャンスがあったけど地雷ちゃん殺してないし、はい、互いにそうだし、うん、箱太郎さんは賢章さん殺すこと不可能なん で大体俺らのラインだったらもう負けてんすよ、うん、この試合、はい、だからありえないですよね。あ、そうなのか。地雷ちゃんさん早く早く小野さんに入れないと。地雷ちゃんあるんだ。違う違う違う怪しいなんだよ。誰なの。いや、分かんない分かんないさんか、じゃでもとりあえず俺多分後藤さんは俺に入れてるから。いや、これで違うでしょ。入れちゃいました。たっくんさんに入れてますよね。俺小野さんに入れちゃいました。そうだから地雷ちゃんが、はい、と俺があの一緒にどっちかに入れないと、はい、じゃあ負けるんですよ俺が。決めてください。負けないでください。なんでとっくんさんにちょっと入れます。はいはい、後藤さんはもうエマージェンシーの機会はありますか？もうないですか？ないです、ないです。あ、ですよね。じゃあもう死体発見しか、まだ、わーい、いやー、これ難しいな。できた、今ので緊急で誰かが死んでくれたらあれだったんだけどな。どうなるんだろうこれ。やばいやばいやばい、他3人固まってる。やべ、怪しまれちゃう。どうなる？あー、あり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 、片方噛めたらこっちじゃない、そっちか、来た。あとはあらちゃん頑張れ。死体見つけさせたらダメ。あー、見つかった。やばい、無理だよ。なに、どうしたの今。この二択は無理だ。わからん、ケンソウさんが。後藤さん最後やりましたね。いや、僕まだ、てか僕のこと分かんない。ちょっと僕やってないやってない。一番今左の方に、左の何か、あそこはあのガソリンを入れるようなところに今いるんですけど、はあ、みんなバラバラで行動してたんでしょ。だってこれ地雷ちゃんだ。え、後藤さん今、はい、後藤さん多分今、はい、分かんないと思うんですけど、うん、はい、ちなみに誰だと思います？今？はい。僕。うわ、マジこれどうなる？マジ。地雷ちゃんかな。ええー。なんか今までのやっぱやりとり見てると。待ってください。待ってください。ただちょっと一個だけ、あの要素を一つお伝えしてもいいですか？はい。あの死んでしまった、はい、ゴッド小野が、はい、ゴッド小野さんが、はい、僕のことはしろって言ってたんですよ。あ、まあ、確かに言ってた。で、僕はちょっと今回ちょっとやらかしたなと思う、はい、上の酸素直したんですよね、僕は。はい。で、おそらく下の酸素をゴッド小野様が直してくれてて、ええ、で、その下の酸素のアドミン室で死んでたんです。なるほど、はい、で、カフェテリアでとっくんさんとすれ違ったんですよ、真ん中。あ、はい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 、あ、そう、僕がその下ですよね。下に行くときにとっくんさん上に行ったんですよ。なるほど、カフェテリアから。はいはいはい。で、今トックさんが僕を疑ってると。はいはい、思い出したが、死んでしまったゴッドのさんはアドミンにいた。そう、僕を信じてくれてて、トックさんを疑ってました。はい、トックさん、なんか言うことありますか？私もシンプルに私じゃない。
どっちなの？私じゃないけど。でも僕も正直後藤さんとトックンさん分かんなかったんですけど、やべえ、ここまで地雷、これで地雷ちゃんって言ってくるんだったらトックンさんかなって。そうか、確かに一番初めにトックンさんが犯人だったら地雷ちゃんだっていう流れは自然っちゃ自然。はい。ってことか。僕はもう本当に分かんないですけど、トックンさんが疑ってきたんで、トックンさんだろうなっていうことで入れます。わかりました。あとは後藤さんに任せます。はい、ちゃんは人の心を捨てました。なんで賢章さんごめんなさい、またダメでした。みんなおしゃべりが好きだね。やー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 、すげえ天才、天才、天才、これはすごい、天才なんだよみんな。すごいこれは。はい、集合集合、はい集合、はいはいはい、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 ちょっと待ってください。え、すげえ、すげえ、これね多分一番やったよ、笑いくん、悲しい思いをした人がいると思うの。はい、今、はい、ほら登場したよ、一番心に傷を負った彼が。トックンさん、さあトックンさん、いけ、はい、今どうですか。人間怖い。ごめんなさい、本当っすよね、トックンさんが、うん、その負けていいタイミングで釣っていいとか言ったからめちゃくちゃ疑っちゃって。まあそれちょっとロック気味になっちゃったんですよね。まあ、でもさ、そうだね、俺らずっとその裏でめっちゃチャット盛り上がってたんだけどさ、うんうん、なんかもう後藤さんがいないところでみんなで潰し合ってて、そうそう、ずっと喋ってみる。いやそうなんだよね。後藤さん、いやでもしょうがないね。これはしょうがない。しょうがない。これはしょうがないし、なんか本当、うん、あのみんなに謝りたい気持ちでいっぱい。てかね、最後ね、俺殺されたじゃない、うん、もう後藤さんだ後藤さんだって言ってて、うん、これで招集かけてもう後藤さんつって終わりだって言ってたんですよ、うん、あぶねえ。その瞬間に後藤さんに出くわして絶対殺されるって思ったら殺されたから、うん、後藤さんごめんなさい。こんな、いやでも賢章さんは見抜いてたってことだもんね。見抜きました。あのね、最後のね、とっくんさんが終わったって言ったのがね、うん、これでね、あのもう確信したんですよ、後藤さんだって、うん、なるほど、うん、僕ら、まあ、僕インポスターでもうめちゃめちゃ最初、うん、しくじって殺されちゃったんですけど、うん、なんかね、みんなクルー側がこっちの部屋に来るたびに全員後藤さんの味方になってんだよね。そうそうそう、みんな応援してた。最後だからね、どうにかして後藤さんを殺しで勝たせよう会議がずっと行われてた。お前だろ。みんなで協力してた。ケンちゃん最後勝たせよ。ゴッドオドの部屋だと分かっているのか。すみませんキング。こうなってしまった以上もう一試合やってもこのままだよ。やりましょう。じゃあちょっとすっきり終わりたいからやろう。やるの？マジ？ファイナルアルティメットラストだ。いやまあでもファイナルエクストリームラスト、ファイナルラスト、いやわかんないですけど任せます。でも今何時ですか？今1時、今1時ですね。あ、もう1時なんだ。1時です、1時です。やば、めちゃくちゃやってる。時間忘れちゃうよね、このゲーム。てますね、このゲーム楽しい。やっぱでもこれ時間になっちゃってますね。いやでもちょっと俺介入しない方がいいですか、賢章さん。いやいやいや邪魔でしたかね。いやいやいや全然、むしろ俺はもう、もう心痛いから先生の見てたいぐらい。さっきの試合はでもね、とっくんさんが結構何人かやっちゃったから、あそこで先生が疑うのはもう絶対しょうがないと思う。確かに、あれは疑わないと逆に、しかもあの人だこの人だっつって、うん、そう3人ぐらいやったもんだって、とっくんさん。いやでも突っ込んだ方がいいと思うんだよな。いやでもね、突っ込んだ方がいいと思う、本当にそれは。そうだね、いいと思うんだよ。やっぱ野放しになっちゃうから、なんか食われて終わるのがかなりくだらないと思うんだよね、一生。確かに正直、うん、決断するときは言いますもん。そうだね、うんうん、スキップするぐらいだったらね、うん、やっぱりそれは本当にあると思う。いやこれ楽しいな、楽しいな。俺明日仕事をさ18時からなんだよね、うん、やりましょう18時まで。18時か、18時でもいいね。全然大丈夫っちゃ大丈夫なんですよ。僕も明日ゆっくりなんで、
まあ、ライブなんですけど入り時間めっちゃいや違う入り時間がめっちゃ遅いのよ。あ、なるほどね。じゃあラスト行きます。じゃあ15時までできるってこと。じゃあファイナルそれはマジでやだ。一回ちょっと会社にだけ電話しますね。じゃあいやそれはもうやめるか。じゃあやめよう。一回開始と会社ってそれ開始15時までやる場合でしょ。ああそういうことだ。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 会社君らのものいいか。ファイナルエクストリームファイナルラストチャンスジャッジだ。オッケー。お願いします。心のままに。ファイナルジャッジ。はい。いやもう引きたくないわ。10人いるこの部屋では誰かが笑い誰かが泣く、それは当たり前だ。いいか。みんなが満足する試合なんてありえないのだ。ちょっと早く始めてもらっていいですかね。そう最初に死んだから長かったんだよね結構ね。じゃあお願いします。ミュートします。ミュートします。最後はうるちょっとね行きたい。とりあえず最初に死にたくない。今日なんかもうほぼ9割ぐらいインポスターの試合ほぼ最初に死ぬから行きたい。うわー待って怖い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 。今暗くなるのめちゃくちゃ怖いよーい。え、カルデッチ頼む。カルデッチ隣で死んどるがな。早くね。シルコさん早く。シルコさん。シルコさん今日全く喋ってない。やっぱ恨み買いすぎたからね。恨まれてますもんね。ちょっと誰がやったか分かんないですけど、今タスクやって終わったところ。ちなみにどこにあったんですか。一番最初のどこですか。あの部屋の右上のあのダウンロードとかゴミ捨てるやつがあるところかな。ああはいはいはい。右上。右最初の部屋の右上。でタスク終わったらあの。上半身がなくなってました。マジかわいそうだな。え、でもそこにじゃあ、あれじゃないですか、一緒に誰かやりに来た人いないですか、なんかもう一人ってぐらい。なんかその辺付近にもう一人近くに来た人。ちょうど今日はこういう日なのかな。タスク終わって死んでたんで、マジでちょ見てないですけど、右上にありました。右上に。じゃあもうその情報だけじゃ誰も疑えないよね、まだね。わかんないですね。僕、電気今止めました。はい、止めた。花ちゃんが止めたやってました。あの地雷ジャケット花江さんはいましたね、電気のところ。あ、そうだ。電気をつけました。僕もそれが終わる。インポスターやりすぎちゃったから。テンションさんって何してました。僕？あれ？今何してたんですか。僕は今あの先生と一緒にこのゲームやりすぎると。本当に疑えなくなっ、もうわけわかんなくなるねって言ってたらもう死んじゃったんですよ。で、だから電気をあの作りに行こうかなって話しながら言ってたらシルコさんがぶっ殺されて笑った。そうそうそう。だからあの実質何もしてないです。歩いてただけです。すいません。私も脇汗かいてただけ。引きずりまくってるじゃん。徳川さん、さっきみんな好きだよ。さっき詰めすぎて。もう一人遊びが上手になっちゃうよ。徳川さん嫌いにならないで。脇汗の影響出てる。怖くて。これはでもスキップだね。はい。さて応援していこうかな。最後は。アコ太郎と誰だろうね。ミュ。太郎ともう一人は全くわからないな。全くわからないけど、さっきのね、エンドがね、さっきの試合がマジで、なんていうのかな、ドラマティックすぎたから、今回とりあえずね、カルデッチは俺が隣で死んでても全然気づいてくんねえんだなっていうのだけ、とりあえずね、もうすぐ隣で死んでても全然気づいてくれないんだもん、マジで。あんなことある？どうしたらいいんだ、どうしたらいいんだ。まあそう、とりあえず箱太郎だけがまあ、あれなんで、あと誰だろうね。残り一人ちょっとわかんないね。箱太郎だけとりあえず追ってみるか。おあ、やばいやばい、後藤さんが、あ、上行った。あ、いいね、閉めた。これ電気。
電気で、あ、やばいやばい、気づかれちゃう気づかれちゃう気づかれちゃう、あ、でも端っこだから端っこだから大丈夫、なんか妨害で、なんか妨害で、もうちょっともうちょっとずらして、もうちょっと、あ、大丈夫そう大丈夫そう、いいね、アコ太郎2人やったね、これバレないぞ、きっとこれ、これバレない、これバレないよ、あとはバレずにもう1人ぐらいいけたら強いなぁ。ドックンさん気づくな、これ。あ、気づかな、あ、気づいた。あれ、カルテットさん誰だろう、あれ、カルテットさん、あの、下、あの、レバー引いて、あの、宇宙に見出すところで、いや、外れました。全然グレーじゃなかったじゃん。白じゃん。確かに。白だね。うん、あれ、怪しいと思ってたけど、私の部屋ちょっと正直怪しいと思ってたんですよ。カルテットさんのことを疑ってた人はいない、いない、俺らはちょっと疑ってた、なんか食って報告したらもう今バレないんじゃないかみたいな、もうこの今、うんうんうん、今このメタが回りまくってる状況だと確かに、うん、いやもうみんな怖い私が、もうトックンさんがどんどん人間不信になっていく。この今主だ、なんだ、あの主だ、ブレーカーのとこのドアが閉まってて、うん、ケンショウさんとミントスさんがその中にいて、ずっと監視してたんだよ。表にジライちゃんと僕がいました、うんうん、だからそれ以外の誰か一人が、まあ、カルテットさんをやったのかなっていう。なるほど。うん、この4さんまたやっちゃった4人は白だから、単純に言うと4分の1かでも難しいな。後藤さんってあんま見ないっすよ、うん、後藤さんがね見ないんすよ。え、でもすれ違って、ね、結構すれ違ってた人いたけど誰だったんだろう。誰ですか。多分花江くんともすれ違ってるし、あ、でも途中だけど、俺すれ違ってないっすよ。いやいや、ちょっと待って、花江くん、嘘嘘嘘嘘、ほんとで、僕今みんちゃんと、うん、地雷ちゃんが電気室いるところには後から行ったけど、はい、はいはいはい、見た見た、こう今、いや、わかんない、もしかしたらすれ違ったかもしれないけど、多分暗くて見えなかったんだよ、うん、あ、そうそうそう、あの、そうそう、あの停電してる時だから、んで、途中下行って、羽根くん下のルート行った人、途中、ま、もう一人はで、僕一緒に行ってたけど、ま、別れ て, て右下のライトつくやつ、うん、タスクやって、で、そのまま流れで左のルート行って、もう一人は箱太郎なんだけど、もう一人は完全に潜伏してるから、カルテットさんがって、やっぱり今死んだよって、俺お父さん見てないですよ、結構電気ルームの、結構インポスターが電気ルーム、ね、電気ルームってところが来てるね、あのブレーカー上げるとこっすね、左下の方ね、僕はミントスさんには殺されなかったし、で、おそらくタスクやってたのかなっていう、一生監視してましたからね、うん、ミントさん、横をずっと見られて、いや、シルコさん全然喋ってないな、多分、でもちょっと、もうそろそろ僕じゃないです、黒いからね、シルコ視点ではシルコさん喋ってんだけど、ね、もう、さっきのインポスターが後引いてる気がする、怖い、アンちゃんの視点、ケンショウさんの視点かな、多分ケンショウさんの視点かな、ケンショウさんの視点だと俺多分全然喋ってないんだろうな。あ、ケンショウさんメタって殺した時くらいで俺の今日のケンショウさんの中の俺の発言あれだけなんだろうな、悲しいな、痛かったな、もっと長生きしたかったな。でもう一人誰なんだろう、もう一人、もうお父さんなのか、閉じ込め、うー、これ箱太郎と後藤さんしかはぐれてないんだよね、この状況、箱太郎と後藤さんしかはぐれてなくて、俺どうなの、どうなの、バレちゃうんじゃね、に誰、民兵さんとか死んでる、あ、生きてるよね、あれ、みんな生きてんの、え、はなちゃん、ケンショウさん、地雷ちゃん、陽一さんと、ん、箱太郎、とっくん、ミント、
ボス、あと後藤さんか。後藤さん死んでんじゃない？もしかして。ん？生きてる？後藤さん。いなくない？いないぞ。見かけないぞ。ん？お？はい。え、どこしてんの今？はいじゃねえよ。はいはいはい。はい。はい。見ました。誰？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 はい。検証さんです。検証さん。これ検証さんです。言わないと。検証さんです。まずいっていうことで言ってます。検証さんです。先生落ち着こう。ありがとう。ちょっと待って落ち着こう。落ち着こう。いいよ。落ち着こう。検証さん落ち着こう。先にどうぞ。先に行けんね。はいはい。見ました僕は。これ花ちゃんか。検証さんが O2 を止めに行こうとしてるのを僕も追ってったんですよ。これ、もうこの時点でその先で死んでました。だいたい花ちゃんがもし賢秀さんがやって見てるじゃないですか俺らの。したらいつも、うん、あれ賢秀さん、うん、やりましたねみたいな話し方ですよ。でもこれ、ね、はい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 ってこれ完全にやってるんですよ。その時点でやってんのね。いやこれはちょっと いいよ俺。じゃあいいよ、そいいよ、仮にそのやったとしても2人やってくれ、はい、2人とも。いやいやいや、まあまあいやいや全然良くないよ。いや二人ともいや二人ともやって、いや絶対そう。いや本当に本当に本当に、いやマジでマジで。ちょっといいですか、ちょっといいですか。はいはい。目立ってるな。あのもし小野さんが鬼だったら多分俺二三回殺されてるんですよ、ね。いやそうだよ。もう何回も殺すタイミングあるから。何回も殺されるチャンスあって殺されてないから、多分これ花ちゃん相当グレーです。いやでもいやでもクールタイムとかじゃないの？これはね。まあ、相当黒だ。相当黒。いや、諦め、いや、違う、諦めるとかじゃなくて。いや、俺じゃない、俺じゃない。俺じゃない。最後に、最後に、やだよ、そんなの。最後に、そんな。見てるとこで噛んじゃったんだから、しょうがないよね。ちょっと待って、待って、待って、待って。ちょっと待って、待って、待って、ちゃんと聞いて、先生、先生がめちゃめちゃ林立ててくるとおかしくない。いや、そうだよ。だから、負けたくないから、俺、もう。いやいやいや、もう。やめよ、そういうの。絶対負けたくないから。いや、入れてくれよ。いや、だから、二人。2人に入れてくれ、頼む頼む。先生本気だ。これはやっぱ花ちゃんだね。これはね、花ちゃんのこと信じる。え、いや地雷ちゃんは信じなくていい、全然。まあそうだよね。これはねちょっとね、これ誰に入れたの？いやこれはマジで2人とも入れてください。あ、花ちゃんすまん。花ちゃん、はい、なら花ちゃん、これは苦しいんじゃないの？これ苦しいなぁ。花ちゃんだったか。あ、俺釣るってこと？はい。あ、はい。はい。とっくんさん。はい。花井さんが釣られた時に私ちょっと静かにしてたんですけど、私もちょっと一つ気になることがありまして、はい、ミントスさんが、はい、うん、監視カメラの部屋から、うん、はい、あの電気のブレーカーの部屋にワープされてるの見ちゃったんですね、私。え？ダクトを通られて。お？え？え、もうダクト開いてた瞬間見たってことですか？いや、私、ミントスさんより先に監視カメラをの部屋を出て、え、消費者、え、廊下を回ってあの灯油のとこに行こうとしたんですね。うんうん、下のとこですよね。で、ミントスさん私より監視カメラの部屋は遅く出てるはずなんですけど、あ、先回りしたってことですか？先に出たってことですよね。ブレーカーの部屋にいました。こと、あ、もうすでに、はい、あれもう一人箱太郎じゃん。あ、でもあの俺あれなんですけど、あの監視カメラ見た後に俺左の部屋でやってたんですよ、とりあえず。あの順番に押すやつでやった後に電気の方行ってたから、多分ちょっと質問なんですけど、はい、僕もあのその監視カメラのある部屋、はい、の手前で今直してたんですよ僕。今 Now で今、あ、今の話じゃないです。あ、そう、時間っていつぐらいの話ですかね、それ。その前の。花江さんが、花江さんと小野さんがバチバチやる前の話。なるほどです。ね、でもなんかミントスさん結構割と一緒にいたけど。これ面白くなってきたな。わかんないですけど、あと、だいぶ前。
まあちょっと怪しいと思ってるのは、後藤さんが全然見なくて、で一人でめちゃくちゃ単独行動してるのに食われてないっていうのが怪しいなと思ってたんですよね。あ、なるほど。はい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 、はい。僕はちなみにタスクがあと残り1個です。それが今、さっき言ったその線をこうつなげるやつですか。なので、多分一人で単独行動してるっていうのは確かにそうです。ですね、誰とも会わないんで、そのまま僕はもうタスクを直し続けてましたね。ちなみに俺も電気のところはもうタスク終わってるから、そうそう入ってないですけど。でも、とっくんさん目線だとミントさん、じゃあやったら終わりってこと？もう黒です。じゃあ、俺ミントさん、ミントさん釣った後、とっくんさん釣った勝ちってこと？あ、もう即釣ってもらっていいですよ、これは。で、あんだけさっき、間違えたとっくんさんが、こんな自信持っていることはないです。確かに。確かに。信じます。その、確固たる証拠があると思ったんで、いいですか？本当に、それで。でもさ、おらいて。入んなかった。これまた特訓さん。どうなるこれ。また特訓さんって言葉が聞こえたよ。これまた特訓さんっつって言ってたから。これはね。これは、いやでも箱たらきっといいだろうな、これ。うまいこと、潰し合いが行われてるからいいけど。どうするんだろうね。妨害頑張んないとね。どうなる？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 今のところ1,2,3,4一緒にいます。で、あと誰がいない？箱太郎がいないの。これタスク終わらないですよ。タスク終わらないですよ。今回タスクで勝つなんていうことはさせないですよ。みんなで、みんなで決着をつけてもらいたい。俺は最後の方になってね、気づくんだよきっと。あれ、これあとタスク終わりましたよ、タスク終わりましたよ、タスク終わりましたよつって、まだタスクゲージいっぱい残ってるっていうね。うん、そして殺し合いが始まるんですよ。どうなるかな。あれ？あれ終わっちゃうのでは？あら？あれ？いや、やりました、花江さん。やった、ありがとう。やりました。おお、しちゃった。よっしゃー。やった。箱太郎さんか。箱太郎さん全然いなかったな。見なかった確かに。え、箱太郎さん全然見なかった。みんな花江さんが騙された。カメラ室にみんないたから O2 発動したらさ、うん、そう、遠いからね、誰も直しに来なかったね。箱太郎さんのことごめん、緊張する。ごめん、花江さんが怪しい動きをすればするほど僕が隠れるっていうね。なるほどね。これが作戦。そう。チームプレイ。いやー、おもろいなこのゲーム。と、花ちゃんは正論ぶっぱで殺したんですけどね。いや、俺さ、あのさ、めちゃめちゃ普通に見つかったじゃん。うんうん、でさ、どうにかして、まあせめて賢章さんも一緒にって思ったんだけど、うんうん、これ配信載ってるんだなって思うとめちゃめちゃ恥ずかしかったわ。うん俺はそれもいいけど、あ、ちょっと必死だ。確かにね。数万人が見てるからね。冷静になってみるとね。そう。みんな知ってたんだね。言い訳したくねーと思って。何嘘ついてんだよつって。まあでも言い訳するしかないからね。そう、確かに確かに。あれ以外勝ち方ないからな。すげえ見ちゃったもん。俺毎回最初に死んじゃうんだけど、なんでなんだろう。学びだね。ミントスさん、ごめんなさい。いや、もう、僕さ、なんで話すんだよ。バオ、また。いや、本当に、ちょっと、必ずいい感やってる気がする。そうなんだよね。見間違えちゃったんだよ。見間違えってことか。今日は、
僕はダメです。いやでもしょうがないです。いやしょうがないです。まずしょうがない。このゲームでやっぱ見間違いとか名前とかね、その姿もみんな違うから見間違えちゃったりは絶対あると思う。めちゃめちゃ、そう、全然あるんだ、全然あるそれは。おい、俺にもその優しさくれよ。俺にもその優しさくれよ。いや見間違えないでしょ。いやいや、あなた食べてたでしょ、食べてた。全然、俺にも優しくして。いや、箱太郎さん全く疑えなかったな。あ、ごめん、なんか、あ、なんか、バグで落ちちゃった。じゃあ今日はこんなところにしますかね。そうですかね。はい。ありがとうございました。やばかった。すげえ楽しかったです。いやいや、皆さん、放送ここね、長い間見てくださった皆さん、本当にありがとうございます。ね、このままだとね、みんなの仲が悪くなると思うでしょ。安心してください。この放送の後に、この後みんなで仲直りしますんで。なんか数時間だったらみんな忘れてますよ。バッゼとしてる。何にも覚えてないですよね。正直。みんなでサウナ行きましょう。サウナ。まあね、ちょっと面白すぎたな。いや面白いな。暑かったわ。インポスターまたやりたいな。いやちょっと俺もうインポスターやりたくねえ。今日多かったね、はなちゃんね。今日5回ぐらい来てるんですよね。やばー、羨ましいな。いいなやりてインポスター。インポスター楽しかった。最初ね、やっぱ花ちゃんけんちゃんでね、確かに。あそこでね、あそこで勝ってたらもう今日放送終わりだったもんね。確かに、確かに。てか、この後どうなってもどうでもよかったですよね。いや面白かった、今日も面白い、本当に。よっしゃ、白熱したね。来週ですか。来週っすね。来週もやるんかい。来週っすね、これはね。危ないぞ。本当に心が病んでしまった方は個別に相談してください。来週はやりたくないですと言って、校長先生のところにちょっと来週はもう来週は勘弁してくださいって言ってもらえればね。いやリベンジしたいな。いやちょっと企画しましょう。波乱の第2週目でしたね。そうですね。いやでもみんななんかちょっと上手くなってきてるからね。シルコさんとかやっぱ知識あるから最初に噛まれちゃうよね。そうそう、知識あるとかいるのが多いんじゃないの。やっぱね、発言する人がねどんどん食われていくんですよ、やっぱね。そうですね、僕発言しないのにみんなで噛み合ってましたもんね。逆に発言してない人がね。そうそうそう、やっぱ怪しいしてる。いやでももう今日は後藤さん怪しすぎてもうやばい。もういやいや、もう全然まだまだしかね、疑えない。もうさ、でも今日のシーンほとんど箱太郎なんだよね俺。この後の殴り合いってこと。兄弟でやり合ってる殴り合いだ。このシーンほとんど箱太郎、目障りなやつを。目の上のタンコブ的なやつを。すげえ、生のやつ聞けた。ありがとうございます。なんかちょっと俺らもね、シルコさんみたいなちょっとメタ的な、ね、力手に入れてドヤ顔でなんか指摘して殺したいですね、だからね。まずはちょっとシルコさん、ちょっとまずはシルコさんを殺すことを目標にね。俺らも知ってたら俺らもやりますよね、あれね。やっちゃいますよね絶対。来週はもう今度はもうみんなの一番人がいるとこにいるもん俺。殺されないように。そうね。そうしよう。もうタスクなんかやんないもん。来週ね。じゃあもうちょっと日本一、このアーマンガスが上手くなる男たちになりましょう。オッケー。上手い男たちになりましょうよ。ではまた次週。よろしくお願いします皆さん。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様です。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。お願いします。